舞本力一 with 樋口楓。踏みしめた道に描いてきた全てが譲れない私だ。ため息が青い空に混ざっても樋口楓です。今回デビューシングルとしてリリースさせていただくマーブルの MV なのですが、実際に楽曲のレコーディングをしてくださったミュージシャンの方にも参加していただいて、早朝から深夜まで一日中撮影を行いました。 MV 内に散りばめられた樋口楓の要素や2次元と3次元それぞれの世界で生きる者としての葛藤や前に進む決意が描かれたビデオになっております。ライブで一緒に歌えるぐらいたくさん聴いてください。それでは引き続きマーブルお楽しみください。ラジオを聴きの皆様こんばんは。第32回目となりました前本力一のパーソナリティを務めさせていただきます、二次三次所属前本圭介です。そしてジャパンカウンダウン、皆さんこんばんは、23時所属ジョーリキイチです。この番組は23時プロジェクトの前本圭介とジョーリキイチがお送りするラジオ番組でございます。そして今回のゲストはこの方。はい、デロンデロンコンデロン、二次三次所属樋口楓です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそお越しいただきました。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、かましてくれましたね。いや、どう頭このタイミングで来てくれるとは思いませんでした。ね、ありがとうございます。いや、ありがとうございます、本当に。いや、本当にこのメジャーデビューを控えたこのタイミングで、まさか、はい、樋口楓さんにお越しいただけるなんてってことなんですよ。ありがとうございます。じゃあ、案件かって流れてたけど、案件じゃないからね。案件じゃないですからね。そうなんですよ。本当にご好意で呼んでいただいて、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当に来ていただき、はい、ありがとうございます、本当に。ね、ええ、我々としてもね、こうアニラ時間のあるやつっていうあの夢を叶えるってことで、そうそうそう、今回マイモさんがねすげえ気合入ってるんで、そうそうそう、ね、普段ねやらないテンションで番組を作ってるから、うん、だから今日出の声が大きかったでしょ。そうそうそう、めちゃくちゃ出る。打ち合わせの時より3倍ぐらい声でかなって緊張があったんですよね。打ち合わせしてる時ずっとこここうします、はい、あ、そんなそんなそんなまさかのね、もう、もう気合い入れてやっていきますんで、ちょっと普段より早い時間ですけれど、皆さんもお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします、はい、というわけで早速なんですけども、ね、今、はい、ミュージックビデオで流させていただいたこちら、はい、マーブルなんですけども、こちら3月25日発売ということで、うん、でそのタイミングでこのね、うん、デロンさんお越しいただいたということで、メールが早速来ております。はい、はい、うん、コシアン大佐さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。前本さん、力一さん、こんばんは。ゲストのデロンさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。そしてデロンさん、メジャーデビュー CD の発売おめでとうございます。ありがとうございます。
ということで、もしよろしければメジャーデビューシングルマーブルについてデロンさん自身の曲に対しての感想や皆さんに聞いてほしいポイント等あればぜひ教えてください。これからも応援していますとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当おめでとうございます。いや本当にね、うん、ありがとうございます。まさかね、うん、ランティさんがデビューできると思ってなかったんで、ね、めちゃくちゃ嬉しいです。すごいですよね本当ね。本当ね、だって憧れの企業というか場所ですもんね、ランティスさん。いやマジで憧れでしたね、うん、なんか他のラジオとかにもこう出演させてもらってるけど、うん、なんかまあセキララにここまでなんか言えんのないかなと思ってて、うん、確かに、うん、いやまなんか本当アニメにハマったきっかけとか、うん、あの私がこうオタ活を始めたきっかけが結構ランティスさん関連のアニメが多かったので、うん、はい、なんかランティスさんでなんかそのアニメと曲のつなげ方がめちゃくちゃ上手なんですよね。そうですね、うん、そうね、うん、だからこう VTuber もそういったストーリーみたいなのがあるだろうなと思ってて、うん、なんか私なんかはそれを気づいたのが、うん、こうファンの方に作っていただいたファンメイド曲、うん、はい、がもう2次3次で多分一番多いぐらいなんですけど、はい、で、あの物語樋口楓の物語とこうファンの方が作ってくださった樋口楓感というか、うん、そういうのをこう一曲にまとめていただけるっていうのが結構その私一人じゃできないことだなと思ったし、うん、この今の2次3次の規模じゃこの素晴らしい文化は広まらないだろうなって思ったし、はい、あのなんか VTuber もまあ結構旬物とかで水物だと思ってらっしゃる方もいると思うけど、いやでも私たちはね、うん、これをまあお仕事にして皆さんに支えていただいて、うん、こう毎日活動してるので、いやここで終わんのはなと思った時に、うん、ちょっとランティスさんだったらもっとなんか VTuber を知らない人にも知ってもらえるんじゃないかと思って、うん、あの二次三次のちょっと、うん、あのぽっちゃりしたねスタッフさんいらっしゃるじゃないですか。あの人ね、あの人に、はい、あの人にねお願いしたら繋いでいただけたっていう形で。ああ、いやそうですね。いやでもすごいっすよね、まあ、うん、本当、まあ、メジャーデビューねこの後たくさんいろんなところでしていきますけども、うんうんうん、もう本当に切り込み隊長って感じがして、うん、なんていうの、うん、デロンさんのこの曲というかね今回シングルが、うん、そうですね。で、その今までファンメイドで作ってきた曲からなんかメジャーデビューで一回区切りがついて、はい、なんか響き変えて変わっちゃったなみたいな感じにならないんだろうなって、うんうん、そんでさっきおっしゃった通り、うん、物語が続いていくんだろうなっていう感じのね、うん、なんか嬉しさがある、うん、そういうなんか曲、うん、そうですね、うん、まあ、他のメジャーデビューされる方はこうあんまり歌を歌われない方とかも、まあ、実は歌うまかったけど曲は出してないみたいな、うん、まあ、曲はね、うんうん、方はなんか、うん、ある意味でこう私はこの道で行ってるけどこう二面性というかギャップっていうか、うん、アーティストの一面、うん、こうエンターテイナーとしての一面を楽しんでいただけるコンテンツになってくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、だから、ね、今後もっと他のレーベルから出るかとか私全然話聞いてないから分かんないですけど、うん、なんかいろんな面で二次三次がねでかくなってったら面白いなって思ってます。そうですね、いや、うん、いや、ね、音楽分、うんうん、音楽だけでも例えばリッキーチなんかレインドロップスがあるし、うん、はい、でありますデロンさんが今回ランティスからで、はい、委員長とひまちゃんもまた別のレーベルでデビューするし、でプチフルっていうのもあるし、うん、本当にいろんな形で今二次三次っていうブランドからまた少し外れたところでね、はい、二次三次ライバーが活躍しだしてるじゃないですか、うんうんうん、だからそれってすごいことだと思うし、で、うん、今令和に入ってから入ってきた新人さんとかあとこれからデビューしてくる二次三次ライバーの人とかが、はいはい、その活動を見習って活動できるというか、その道筋が見えたところで活動していけるっていうのはすごい今後開けていくよなって思うんですよ。うん、そうですね、そうなりますね。だから あれ樋口楓ってミュージシャンのくせにゲーム配信なんかやってんだ見てみようなんていうそういうことでいいんですよね。そ逆輸入的な感じになっていくんじゃないかなって、ね、そう、うん、そうですね。それをきっかけにこう VTuber とか配信っていうコンテンツがあるんだっていうのも知ってもらえたら嬉しいですね。逆輸入でねどんどん今度はこういう活動もやってるんだ、あいつ歌だけじゃねえんだに繋がってくる感じ、ね、ないんだ、ホームランダービーもやってんだホームランダービーでうわーってな感じおーこん
な活動やってたんですか。ね、あのうわこんな活動やってるんだじゃなくて、うわこんな活動やってたんだ。あ、ちょっと引き気味でね。はいはいはい。でもやっぱり声は出てるなーって。発声の基礎ができてるな、やっぱり。出てんな。ああ、もろそう。そういう形でね、まあ本当にいろんな活動でね、二次三次ってものが広がっていけばいいなと思うし、そのやっぱ先頭を切ってるのがね、やっぱ一期生の皆さんだなとか思うんで。うん、いや素敵ですよ、うん、ありがとうございます。まあでも今回ねこうやってデロンさんね、うん、でゲストにお呼びできたのでいろんなこと聞いていきたいと思ってるので、うん、早速普通歌の方行きたいと思います。あ、お願いします。普通歌行きましょう。普通歌よっ、はい、お願いします、はい、このお便りはですね、一元さんネーム、はい、4Nさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。前本さん、力一さん、樋口楓さん、こんばんは。こんばんは。まさかこの3人での前本力一が見られると思っていなかったのでとても嬉しいです。ありがとうございます。質問なのですが、第一印象と今の印象を聞いてみたいです。はい、皆様のますますのご活躍をお祈り申し上げますということで、先ほどね、はい、まあこういう面もあるんだみたいな感じの話してきましたけども、うん、はい、我々ライバーからしても、あれこいつこんなキャラだっけみたいになってる時がたくさんあるじゃないですか。知らん間にみたいなね。いつの間にかね、うん、あれって、でこれはね、うん、デロンさんの場合、うん、あれ、はい、早速掘り下げに行ったなお前。いやみんなこう、うん、一回か確認しときたいと思うんですけど、う、ね、うん、いつから釘バットを持ってるのかっていう。デビュー当時持ってなかったはずなんですよ、ね、確か、うん、いや、うん、綺麗目でしたよ。綺麗目って言っちゃった。綺麗目、実際綺麗目 ではあったと思います。俺も見てた時に綺麗目な人でした。そう、うん、バンされるのが怖くって、スマ釘バットリアルで持ったことないですけど、そういうキャラなんですよ、リアルはね、はい、うんうん、で、その YouTube とか、ね、ミラティブっていうところがあったんですけど、そういうところでは、うん、もうなるべくこうトゲ、角の立たないように、うん、その配信活動しようと思ってたんですけど、大事ですよ、うん、やっぱね、あの家庭内で使ってたら無理。無理無理っすね。でも最初期あれじゃないかったでしたっけ、あの関西弁出てなかったですよね。そう、それも抑えようと思ってて、あ、はいはい、なんか関西弁、はい、声優さんのラジオとか聞いてても関西弁ゴリゴリに出せる人なかなかいないじゃないですか。少ないですね、はい、そうで、私も結構、うん、そう、そういうラジオとか好きやったんで、うん、ああこれはちょっとなんかいじられた時ぐらい関西弁出そっかなぐらいでいたんすよ。はい、うん、無理やったね。無理、うん、無理、うん、結論から言うと無理だったんですよね。無理。ではまあ、いい意味で捉えれば、その配信がどんどんこう実家のような温かみができてきて、で、おうってなってきた。おうってなってました。いやー、ごめんね。ね、あ、前本さんとなんかやったミックスアップ、そう、あ、あのあたりはもう完全に刺さってたけどね、釘バットでしたよ。釘バットそのものだと思ってましたもん、もう。いや、だってさ、あのまあ、映像的には伝わってなかったと思うんだけど、うん、あの企画が、うん、まあ俺一人男性で、デロンさん、チーさん、お嬢、高宮リオン、あ、そうそうそう、佐々木作かな。あ、そうや、うん、そうや。全員持ってんじゃん。全員やばいやつ。全員釘バット持ってんじゃんってやつらが集まって、あの、そうや、自分の言っちゃいけない NG ワードを言わし合う、うんうん、企画だったんだけど、うんうんうん、デロンさん、俺が NG ワード言った瞬間に、ザマーミローって言いながら指差しながら、あの、机の上に立ち上がりやがったからな。全く伝わんなかったけど、なんて煽り方をしてくるんだ、この人は。初対面なのになって。そっか、初対面やったわ。初対面ですよ、あの時。そう、ようやったわ。そう、ようやったわですよ。隣にはチーさんがね、殴りつけてきて。スイッチがあるんすよね。まだ今日はかかってないですけど、はい、なんかこう、まあね、煽られたり、うん、こう自分が勝ち負けで勝ったりすると、うん、こう突然スイッチがかかるんですよね。抑えられないものがね。そう、うん、なんかエンジンとかじゃなくてスイッチなんですよ。なるほど。あ、エンジンがかかってきたんじゃなくて、単純にポチッと押せたかどうかなんだ。そう、そう、カチッと一瞬で変わるんだ。一瞬で変わっちゃうんですよね。だから自分もアーカイブ見返して怖いなーって思って。オフの時に見たら、あ、怖い、そう、オフの時に。
なるほど。今日どこでオンになるか分かんない。今日まだ分かんないですね。まあ、まだランティスの樋口さんですもんね。そう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 、まだまだ、まだメジャーデビューが決まった樋口から出てきたんですもん。初期に近いですから今。そう、まだ初期に近いですね。まだ初期に近いです、うん、はい。僕がデロンさんと最初に何かやったことあの裏二次三次の日にお会いしてね。そうだそうだ、うん、そう1年前か、うん、もう1年前ですよね。あ、3月2日とかだったもんね、うん、で、あの時は八代さんとドーラ様と4人でやったんで、あのオンにはならなかったあ、まあ、真面目な、真面目な、うん、でそう結構あのお便りを読んでみたいなやつだったりとか、うんうんうん、通話が他のライバーから入ってきてみたいな感じだったから、うん、割とこう淡々とっていうかね、進行をきちんとやらせないとね、タイムキープしてて、うん、いやで緊張しちゃってね、ほんとね、もう最初かな、あの、うん、パーソナリティ2人2人みたいな感じでいろんな組み合わせやってって言って、ドア玉が俺とデロンさんで、はいはいはい、まあ緊張しちゃってね俺ね、ドア玉やったか、いやー怖えと思って、怖えから怖えいろいろ、そうデロンさんも分かんないし、うん、実際にねこう2人でやるってやったらどんなんか分からないしで、はい、ね、緊張してたけどなんかね、うん、で前もあのレインドロップスのお披露目の時も、はいはいはい、うん、そうだそうだ、パーソナリティをやってもらってね、2人で進行をやれて、途中から僕がメンバーでしたってやる流れだったんですけども、はい、いやでもあの時もなんかねすげえ安心したんですよね、結局結局、はいはいはい、結局ね、和田アキ子的な、いろいろなそう和田アキ子と、なるほどね、だから峰竜太になればいいのかっつってはいはい、はい、ね、そう2回目レインドロップスやった時はすげえ安心したなっていう記憶がありました。なるほど、ね、確かに最初は皆さん緊張してらっしゃったイメージがあった。やっぱね、公式番組の企画となるとやっぱ多少なりでも緊張しますよね。しますね。あ、特にあの時って、あの大々的に二次三次の人、まあ裏二次三次の日っていうのを去年ね、やった。前もさん表の方、そう表の方だったんだけど、あれになんか抜擢されてしまった感が俺の中に強かって、うん、え、俺ですかって思いながら言ったから、やっぱああいうのは緊張するね。ああ、言われてみればそうですね。そう。選ばれちゃった。選ばれちゃった。俺でいいのかみたいな。うん。そう俺ですかって思いながら言ってたからねそうでもまあ結局あのめちゃくちゃ盛り上がったしね。そうそうそう、そう、うん、あれは本当良かったなと思って、私大丈夫かなと思ってたんですけど、うん、うん、あれね、なんだかんだうまくいって、であのなんか僕ら2人ともパーソナリティやってない時間があって、うんうん、なんか2人でポツポツと喋った時間があるの覚えてるんですよ。あったどうですかゲームとかみたいな言った言った、そう、うん、なんかあの頃あれマイクラをそうそうやらないかみたいな時期で2年前ですから、うん、ちょうど流行ったからね、うん、全体兄さんに全体盛り上がってたんですけども、うんうん、まあやんない2人でね、そう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 、やっ、うん、言った覚えてるわ、うん、あマイクラなんかもうやるにやれなくなっちゃってどうしよっかな、なんか誘われたらやろうかなみたいな、JK 組のマイクラ盛り上がると思うんですけどねみたいなすげえ淡々としたね世間話をした記憶がある。あのライバーあるあるだよ、でもそれは、うん、あのデビュー時期が少し離れたりするとその距離感になるよ。あ、そうなんですよね、距離感が。最近どんな活動してらっしゃるんですかですよね。あー最近まるでとかねありますよ。はい、だからここから1年経ってね、もう今こんな感じで喋れてるのがなんかまあね、うん、確かに言われてみればね、うん、うん、そう、いやでもデビュー時期実際そんな変わんないですよね。ああそうなんですよね、実はそう、今回ね、うん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 、ゲストをお呼びさせていただいて、よくよく考えてみたら、うん、まあデロンさん1期生も一番最初のね、はい、トップバッターで、うん、でその間にその次に2期生がいて、で次にかなえくんかな、だからゲーマーズ1期生、はいはい、で、はい、その次にシーズ1期生、うん、でゲマズの2期生、ほう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 、で俺たちのシーズ2期生とゲマズ3期生が同じぐらいだったかな、うん、だから同じか、まあ、こんだけ出てるんだけど期間にすると何ヶ月かって言ったら半年くらいなんですね。ああ、うん、半年か。だから言うほど離れてなかったんだねって今は思うんだけど、
当時ね、うん、なんかね全然なんかそんな期間に感じてなかったよね。うん、そう確かにな、うん、半年遠かったもんやっぱり。半年遠かったもんね、うん、密度が濃すぎてね。うん、うん、そうで、まあ、またあの時だとね、どうしてもシーズと、うん、あとゲマズっていうくくりと、あとやっぱ無印というか、なんというか、うん、あれがあったから、ね、まあ少し、うん、あのなんかその距離以上に距離が感じられてしまった感じではあったのかなって感じなんですけど、今それが取っ払われてね、うん、まあ活動してるから、うん、今こんな感じで喋ってるんですけど、うん、いやありがたいことですね。なんか随分懐かしい感覚ですよね、うん、これ本当に懐かしいね、うん、もう1年以上、まあ1年半以上前か感覚ね、1年半って、うん、ね、すごいですよね。どうですか、デロンさんからしたら俺たちの方ってどうやって見えてました、うん、あーなんか濃そうな入ってきたなうん、いやなんかキャラデザがお二人ともすごかったから、うん、すごいから、うん、まあね、そうなんかね、あーまたなんかようわからんの入ってきて盛り上げてくれんねやなっていう確かにね、あの、まあ、うん、チーズからねずいぶん濃くなったもんね、濃くなったよね濃い濃い、今見るとね本当ね一期生の方々がねプレーンだよね、こうすごい普通の、いやプレーンやと思う、うん、すごい普通の、当たり障りない、うん、うん、そうよね、それを考えたらまあ2期生に吸血鬼とか入ってるけどな、な、うん、やっぱシーズが濃いんだよね、うん、ちょっとそうシーズからなんかやっぱりなんかね、アイシャドウの濃い連中がね、確かにこれ、うん、僕ら入ってく側だけど迎え入れる側からしたらなんかやっぱりこわってなるよ、なるよ、だってね、うん、なりました、うん、おっさんとピエロだもんね、いや実際そう、うん、うん、そうよね、うん、なんか初めての声聞くタイミングでなんかあのスポーツが好きとか、はいはいはい、あとなんか、ね、うん、ネタっぽいことをするピエロみたいな感じの印象やったんですよ、うん、私、はい、であの今までそういった路線の方がいなかったから、うん、なんかね本当にそれに滑車がまたかかったっていうか、うん、いや、ま、もうようわからんわみたいなひたすら我々は謎に包まれて、そう、本当謎やって、第一印象ようわからんですよ、ようわからんかった、うん、まあそうよなそうなんですよ、でもなんかコラボしてみてとかでなんか変わったのは、あれ印象変わったりはしました、うん、あーでも力一さんは、うん、なんかツイッターのフォローいつ返してくんのやろみたいなすいません、いや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 、ね、そういう方向性やったからそれは同期も思ってましたからね、こいついつも、ね、解説すんのかなって、はい、うん、そう、あのギルザレンさんもそういうタイプやから、あ、こういうタイプかと思って、あ、そう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 、いつ返すやろうなこの人はとすいません、礼儀もわきまえずに、いや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 、あれしてしまってリューチェルしかフォローしなくて本当に申し訳ないリューチェルと下田歌劇、下田歌劇あ、でもなんかこう、うん、力一さんはもっとなんかその謎に包まれてたけど、よくよく見たら本当こう一対一で喋ってて違和感のない方だなっていうか、そうなんですよね、うん、もっとなんか芯から狂ってるんかなと思ったら、そういう狂い方ではない方だったっていう、あ、そうですやっぱりね、うん、なんか芯から狂ってるとね、2、3人入れないらしいっていや芯から狂ってるやつが入りだしたらもうさすがに終わりだと思うそうですね、さすがに大丈夫かってなるもん芯から狂ってるやつとコラボはできないと思うもん、うん、そうですよね、意外とね、うん、意外と普通ってよく言われて、あの俺はね喜んでいいのか分かんないんですけどもそうや、力一さんはほら、うん、あの神様いたじゃないですか、二次三次に、はい、あの方のギャグ企画、お笑い企画か、神社の神様が最初っちゃ最初なんですよね、そうだそうだそうだ、審査員にデロンさん行ったのか、うん、そう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 だ、でめちゃくちゃあの脳内に二文字がよぎるみたいな、はい、はい、うん、なんかそういうあの、あ、二文字しか言えへん人やって思ってました縛りを設けてる人なんだみたいな、そうそう、縛り系縛り系 PR VTuber かみたいな
二文字の実際あれあのネタ披露した後なんかいやどうでしたみたいなやつ俺あの二文字しか喋ってないですからね。縛りをもうしか言ってませんから。まだいあとはいしか喋ってない。神社の神様か。懐かしいですね。ねえ、あったわ。なるほど。まえもさんはいつからあのバットでぶってもいいっていうことに気づいたなんか前本さんは、はい、自己紹介の時に唯一こう燃やされても大丈夫ですみたいな、ああそう感じでなんかこうおっしゃってくださってたので、はい、そうやったらいじりに行こうみたいな。ああ、うん、やっぱり、うん、やっぱ大事なんですね。うん、うん、大事やった。自分から言っていくのが結構こう見た目ね、腕組んでるおっさんやから結構こう怖いのかみたいな、はい、なんか、うん、サザエさんがなんかでこうよく公園からボール飛んでってパリーンコラーみたいな、そうそこに住んでるおっさんのイメージが、そう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 いうイメージがあったから、はい、これ多分怖い人なんやろなと思ってたらなんか全然大丈夫ですよって言ってくださって、はい、あほんまにスポーツ好きなおっさんなんやって思いましたあれですよ、あの一番最初にデロンさんが俺を雑にいじってたのはあの、うん、ミックスアップの前にあったあのうん、スマブラ78時間、はい、ありましたね、はいはいはい、あれを、まあ、二次三次ライバー全員でやろうよってなった時に俺のパートに入った時に、うん、コメント欄でひたすら暴れてたのがデロンさんでした。そう暴れてた、暴れてましたよ、うん、で俺は当時喋ったことないから強くツッコミも入れられずに、うん、うわめっちゃ暴れてるあの人ってあなんかそう塩対応やって、うん、お、なんなんやこいつ俺からさ何も言ってないのにめちゃくちゃコメント欄で早うやれやみたいなことを言ってヤンキーがいたんで俺からさなんやこいつし怖この人って思いながら。そうや、そうなんか意外と冷たい人なんだなと思って聞きてえよ、樋口楓が喋ったこともないのに樋口楓がコメント欄でおい早くやれよとか前本早くやれとかやってるやつがいたら絶対に普通に黙り込むよ黙り込むよ返事したら消されるって気がするもんね申し訳ない、喋ったことないのにどうやっておい樋口やめろよとかも言えねえからさ今は絶対に、ね、おいデロンやめろとか言えると思うよ。確かに当時も無理か、当時はまだ喋れねえからまあでも本当にね月日も経ちこうやって、うん、一緒にラジオを囲む仲間になれたことをね、そうですね、光栄に思います。いや素晴らしいです、はい、まあ随分印象も変わりましたねってことでね次行きましょう、はい、リキさんお願いします。はい、あじゃあ次行ってみましょう、はい、赤ちゃんゾウさんさんからですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、コンデローン、コンデローン、デローンはちょ呼び捨てですね、デローンは最近映画を見ている印象が強いのですが何かきっかけはあるのでしょうか。またマイモンさん、リキイチさん、こっちはさん付けだおすすめの映画はありますかっていうね、こういうお世話でございます。ありがとうございます。映画見てらっしゃるということで最近ですね。そうですね、うん、私はなんかこうツイッターとかで結構回ってくるんですよね、あ映画の評価みたいなのとか、うん、レポートみたいなのがで、うん、結構面白いなと思ったのと、うん、あとマーベルでしたっけ、アマプラで見れるんですけど、はいはいはい、マーベルシリーズのバットマンとか、 なんかそういう系、うん、あアメコミのね、そうそうそう、うん、名前しか聞いたことなかったけど、うん、なんか意外と二次三次の中で好きな方がいらっしゃって、そうですね、うん、そうそう、で見てみたらどうですかっていうのをちょっと声かけてもらったんでアマプラで見出したら、うん、あ映画ってこの1時間半2時間の間でこんなに濃いストーリー描けるんやみたいな、うんの新しくなんか自分の中で発見になって、うん、で最近結構見るようにしてますね。なるほど。いやー首相ですよね本当に。なんか最近で、ね、映画見てる人偉いって思うもんやっぱり。そうなの？俺初耳だそれ。あそうだったんだ。へえ。デロンさんじゃあ今まで見た中だとどういうのが好きだったとか、うん、これおすすめみたいなのあります？うん。うん、ああ。そうっすね、あの最近ミッドサマー見たんですけど、おお、うん、あれがなんかちょっとなんかホラー宗教みたいな、うん、ジャンルなんですけど、でも私別に怖い、うん、グロいなと思ったんですけど、うん、
あの、まあ、こういう生き方の人もいるんだなっていうなんか人生の学びになって、はいはいはい、あんまりホラーチックには感じなかったっていうか、はいはいはい、そう、あ、怖い怖いとかじゃなくて、ああ、それぞれの人生だよなっつってこう、そう、あ、でもここ吸い込まれる人もいるよなって、あんまりこう中に入っていかないタイプなんですかね、映画の中に自分が主人公だったらみたいな、自分が主人公だったらっていうのはもうそのミッドサマーに関しては入り込めなかったです、怖すぎて、そういう意味ではホラーやったかなっていう、なるほど、うん、なんか本当感情移入してもうあの映画泣いちゃったなとかあります？ あのね、あの恋愛映画とかはね感情移入しちゃう、あらそう、あの少女漫画系のね映画とかアマプラとかに上がってるんですよ、ありますね、うんうん、でもなんか俺様系が多くって、ああ、そう、はいはいはい、うん、私あんま俺様系好きじゃないから、うんうん、いやバカな女やなーとか感情移入してないじゃん全然もう第三者目線じゃん、女バカやな、もう私がこの女やったら、うん、ここでなんかグッと来たりせんのに、なんでこんなしてんのやろっていう入り込み方をしちゃいます、あ、逆にね、あ、なるほど、ね、そう、逆に逆に、うん、自分が主人公だったらこうなるなっていう、ね、そう、壁ドン、壁ドンされても、なんか壁ドンって圧絶対すごいと思うんですよね、まあ圧はすごいでしょうね絶対絶対キュンとこんやろって思いながら見てます、なるほど、いやー、楽しみ方いろいろですね、いろいろですね、え、なんかほんとボロ泣きしちゃったみたいなことないんですかね、 あのね、ペット系とか、あう、うん、余命があと何日系はもう私は涙腺崩壊しちゃいます、ヒューマンドラマ系みたいなやつ、うん、あれは弱いっすね、うん、なるほど、あ、なるほどな、結構いろいろ見てますね、ほんと ねなんか飛行機とか乗った時も見ますね、うん、あ、確かに、そう、うん、去年結構海外に行く機会があったんですけど、はい、うん、なんかこうレなんでなんて名前か忘れたんですけど、レーサーの方が飼われてる犬が主人公の、うんうんうん、はいはいはい、で犬目線で主人公をこう子供の頃から老いぼれるまで見ていくっていう過程の映画があって、うん、あれめちゃくちゃ泣いちゃいました、飛行機の中で、なるほど、泣かしに行くやつだもんだってね、うん、そう、でもあれですよ、確かに飛行機の中で映画は最強のツールですよ、うん、2時間消えますからね、それで消えますね、うん、あっという間、うん、なるほどな、なんか おすすめの一本みたいなやつ あったら、おすすめはファン、うん、ファンの人にも見てくれみたいな、あのね、アマプラの、うん、私これも配信で、まあ、言ったことあるんですけど、人魚の眠る家だったかな、うん、っていうなんかちょっとこう心肺が停止しちゃった人を脳死か脳死じゃないかで判定するのにあたって、はい、この人には人権があるのかないかみたいな、あ、そういうね深いドラマにね最近あのグッときちゃう傾向にあるんで、なるほど、ぜひ見てもらいたいですね、 VTuber にも魂はあるんだよっていうまとめ方で用意してたかのような言い方さなるほど、じゃあ我々もじゃあ当事者になるかもしれないから、まあ見ましょうか、そうだね、ぜひ、これちょっとねチェックしましょう、我々からなんかおすすめの一本とか前もさんありますか、あ、そうですね、まあ俺も映画そこそこに見るんですけど、うん、割とそのやっぱ話題作とかを中心に見るので、あ、これみたいな感じなのはあまり説明できないかもしれないんだけど、一本進めるのであれば俺はレミゼラブル、おー、あー、ヒュージャックマンがやったやつなんだけど、あのね、なんだろう、ミュージカル映画なんですよね、いわゆる、ほう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 、うん、セリフが全部歌、すごっ、そうで、うん、まあもともと舞台じゃないですか、うん、レ・ミゼラブルっていうものが、うん、で、うん、それを映画に落とし込んでるから、まあ、うん、ミュージカル調でやっていくんだけど、舞台に必要なその転換とかが全くなく、どん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 ストーリー進めつつ、そのしっかり歌でストーリーを紡いでいくから、すげえなと思って、だってずっと歌でセリフの気持ち読んでいくんだよ、映画だから、うん、自分の感情とか何もかも歌に乗せながらやってるから、そっかそっか、そもそもとしてそれって成り立つんだろうかって思いながら見てたのに、はえーって、で
映像見ても映像もすごいいいの。もうボロボロ泣きながら見れちゃうんだけど。あ、そうそう。へーって。あれね、ミュージカルみたいなさ、セリフ歌にされると、ま、あの丸め込まれるんだよね。そう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 。あ、説得力が増すのやっぱりメロディーって。でテンポもその歌に合わせて変わっていったりするから入りやすいんだよね。その映画が今どういう形で盛り上げようとしてるかが歌に乗って入ってくるから、うん、はいはいはい、演出面こうやってんのねみたいなのが耳から入ってくる。はあ、そうだから、すごいなと。だからこういう映画があるんだって素直に映画の出来として感心した。で、登場人物というか演者さん、うん、その、はい、ヒュージャックマンってさっき言ったけど、ヒュージャックマン、あと、アン・ハサウェイ、うん、で、グラディエーターやったなんだっけ、なんだっけ、いかつよっちゃん、いかつよっちゃん、ロビンフットもやった、ラッセル・クロ、うん、うん、もう、うん、みんな歌めちゃくちゃうまい。本当、あ、こんな歌うまいんだ。もう本当ね、見てほしい。多分ね、はい、2時間あっという間。アマプラにあるっぽいね、うん、見てみます。あ、もう本当見てください。俺す、はい、20回ぐらい見てます。おお、すげえ。うん、すげえ。ミュージカルってさ、見た後やりたくならない？やっちゃった。やっちゃった。どういうことやっちゃった、家で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 、あと夜ちょっと歩きながらちょっとそのシーンとかね頭に描きながらやっちゃった、うん、畑で畑とか畑、ね、歩道で歩きながら油虫がフランス革命を思い描いちゃったフランス革命、そんな感じです、はい、じゃあリキさんありますか。そうですね、あ、俺は気を緩めるとすぐに劇場版キラキラプリキュアアラモードとか言いそうになるんですけどね。これめっちゃ面白いです。そうね、面白いね、うん、楽しい。プリキュアアラモードの映画はもうギャグに全振りでめちゃくちゃ面白い。ほうほうほう、ね、で、さておき、なんかあとちゃんと劇場で見てよかったなっていうのはね、うん、あれ新幹線、うん、韓国のゾンビパニック映画で、はい、新しく感染って書いて新幹線っていう、うん、あれがありまして、ほうほうほう、お父さんがなんかこうなんかね、仕事一徹パパみたいな感じだったんだけども、こうなんか娘を助けるためにゾンビの乗った列車ですげえ生き残んなきゃいけないみたいな、はあ、ずっと書いてて、うん、もうね本当だれる瞬間が一個もなく、息つく間もなくブワーッと見た後にラストのラストで、うわー、ここがあれのあれがここで効いてくるんだっていうので、うん、怖いホラーパニックなんだけど、最後にガツンとね、涙腺ぶん殴られるような気持ちになってね。涙腺か。あ、もうね、ラストのラストで、あ、ここでっていう、ぜひね、あのラストシーンを見てほしいんですよね。わかりました、これもアマプラにあるな、お、ぜひぜひね、ぜひお願いします。ほんと、まあ、今言った2つはもう後悔させないと、うん、お約束させていただきます。そうですね、はい、ぜひリスナーの方もぜひ、ね、うんうん、コメント欄だったり、あと、まあ、デロンさんの配信でもいいので、うん、これおすすめですよとか言っていただければね、ありがとうございます。見ていただけると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。次行きましょう、デロンさんお願いします。はーい、トト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 ト、一元さんネームひよけ虫さんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まいもとさん、りきいちさん、ゲストのひぐちさん、こんばんは。こんばんは。まいもと、りきいちとひぐちさんの組み合わせは少し珍しいなと感じたのですが、うん、自分が真っ先に思い出したのは両国ライブのリンゴもぎれビームで、りきいちさんとひぐちさんが共に歌っていたことです。うん、経緯や感想はお二人の配信で散々話したと思うのですが、うん、本人の前だからこそしたい話などあれば改めて聞いてみたいです、うん、また前本さんはあの時あのお二人を見てどんな感情を、うん、どんな感想を持ったかも知りたいですとのことです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、リンゴモヒビーム、いやーね、うん、そうなんですよね、うん、まあまあまあ思ったよりもすごい反響があってね、あの曲、まあ、僕が発起人になってリンゴモヒビームを歌いたいんで、うん、はい、こう
まあ、僕が王権の係をやるとして、こう絶望少女たちをやるってなった時に真っ先にね、本当に名乗りを上げてもらってっていう形で、で本当に最高のパフォーマンスをしてもらってありがとうございますという、いや本当素晴らしかった、めっちゃ良かった、折に触れて言っておりますけども、いやなんでしょうね、あのやっぱね、わかんないじゃないですか、蓋開けてみるまで、そうね、ね、で最終的にまあいろいろとこうね、僕がその歌割りであったりとか、まああの立ち位置であったりだとか、誰がどのパートをやるみたいなやつ全部考えてやって、いろいろやった結果、本当にまっすぐ、なんてストレートなメッセージというかね、歌をちゃんとぶつけていこうと、それができるメンバーだからガツンといこうっていう風に最終的に決めて、それはうまくあの皆さんにね響いてくれたからよかったんですけども、あの最初はね、あれじゃないですか、デロンさんには本家でいうとこの小林優さんのポジションをお願いして、ね、書いてあった、そうなんですよね、あの米印で優さんには小林優さんのポジションやってもらいますって言ってたんですけども、で、あの有名な空耳あるじゃないですか、あのライブ映像に合わせて、あの、小林優さんが叫ぶね、ユナイテッドハッパカッターってやつあるじゃないですか、だからやっぱり、ここはやっぱりユナイテッドヒグチカッターとか、あの叫んでもらった方がいいのかなとかとか、オケマルリンゴモギレビームとか言った方がいいのかなとか、考えたけど全部なしにして結果良かったなっていうのが、良かった良かった、小ボケ挟まず良かったよ、あれは小ボケ挟まず良かった、そう、あの鈴原ルルちゃんのことはあの課長って呼んだのだけはあのね、あーそうですよね、課長課長はボケでしたけど、小ボケ小ボケでしたけど、意外と菊池かったやんなくてもよかったんだな、よかったと思うよ、いやどうでしたデロンさんは、いやなんか絶望先生の曲をいつかこうカナデロでも歌いたいなと思ってたんですよ、キャラソンの中の一部だけど、まあ、ちょっとあの頃まだちっちゃかったので一からが、でまあ、結局、まあ、別の曲になっちゃったっていう感じだったんですけど、でもこう王権さんのいらっしゃる曲をどうしても歌いたいなってなった時にこう、誰も仲のいい男性ライバーが私あんまりいないので、こうコラボできひんなと思ってたら、ちょうど力一さんが、ね、あのリンゴもギレービームっていうこと で、で私も両国ライブでなんかカバーしたいなと思ってたんですけど、うわ来たと思ってバッチリだったんだ、本当にタイミングがバッチリで、季節してビンビンだったんですね、ビンビンだったし、あとあのミトちゃんも結構、絶望先生が好きなんですけど、で、あの樋口さんと月野さんにみたいな感じでまずお話をいただいて、お二人でめちゃくちゃ喜んで、でその後ね、あのルルちゃんとエルちゃんも手を挙げてたっていう形だったんですけど、もう本当になんか念願かなったし、こう私たちが思ってた以上のこう二次三次を知らない方にもこの曲聴いてもらえたんじゃないかなっていうか、確かに、だからそれがめちゃくちゃ嬉しくって、あもう本当歌えてよかったなっていうか、本当選曲していただいてありがとうございました、いやありがとうございます、そうですよね、絶望先生のね、テーマ曲もうカバーしてましたもんね、その前からね、そうそう、エンディング曲をね、絶望レストランをやってたのかな、そう僕もまああれがあったから、これはひょっとしたら募集かけたらいけるのかなっていう、そういう流れがあったんで、本当ね、巡り合わせですねこれね。ねえ嬉しい。まいもさんはあのライブを見ててえらい盛り上がってたっていうのは俺、あの噂で聞いてんのよ。噂で聞いてるっていうかもう知ってるでしょあなた。あのまあね、これまあなんまあ割とお話しさせていただいてるんだけども、まあ力一がこの曲をオファー出すっていうのは、まあ前元力一の打ち合わせの時に知ってて、でリンゴもぎりビーム歌いたいんだよねっていう話が出た時に、いいんじゃないの、歌ってくれる人いるよ絶対にって言ったんです、だって、絶望レストラン歌ってる2人がいたから、絶対手を挙げてくれるよ、あの2人絶望先生大好きだから、ではい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 、でもう本当に俺自身が絶望先生大好きだし、この曲もすごい好きだから、どんなんなるかなってめちゃくちゃ楽しみだったんですよ、はあ、そう、あの正直あのライブで一番楽しみだったのがこの曲だったからでもめちゃくちゃ楽しみしてたからここ、どうなるのかな、でバーンって出てきて歓声上がって歌い出して、でやっぱギャーシ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 ャーのところが決まった時に
最高だーってなったあの感じ。来たーって見たかったんだよこれをって、ね、うん、そう会場もうわーってましたもんね。やっぱあーねー、デロンさんのもソロのシャウトのところでシャウトであそこよって、そうあいつら2だーを俺は一緒にやってたから、うん、あーいい、指さしながらそう最高最高って、そうそれをもうほんとね、もう画面前で堪能させていただきました、うん、だ最高でした。今後ひょっとしたらあれですよ、前本さんがセンターでってのもあるかもしれないよ、俺が王権ってこと、うん、あの、やだわ、やだ、ブレ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 、どこ行っても2番戦時だもん誰集めてやってもブレ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 はやりたいよ、やりたいよ、やりたいよね、やりたいんだよ、大好きだからね、空想ルンバとかまだやれるのはあるよ、うんうんうん、でも、あなたと比べられるもんで、あれ、 あれは、ま、マリオネット、ティーチャーズペイ、あーローリーさんの方、曲の感じが違うかローリーさんいいじゃん先生のペットの方そう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 絶望先生で擦りまくる感じのいいんじゃないでも別にいや俺でも嫌だもん、あの二次三次のライブになった時に豚のご飯とか流れ出しても俺はちょっと引くもん豚のご飯はちょっとってなるもん。だったらでも豚のご飯は、うん、第三次の1回目ミトちゃんと私だったんですけど、はい、その時に流させていただきました、流してましたよね流すんだと思って見てましたもん豚のご飯流すんだと思ってそうそうそうこれ何人に刺さんのかなと思って聞いてましたそうだえーっと思って、だからね、なんでしょう、まあ、大好きなんで一曲なんかやりたい欲はありますよ、うん、絶望先生、うん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 、ハッピーなんちゃらとかね、うん、ハッピーなんちゃら、うん、うんうんうん、 そう、まあ、そっち系をまあちょっと、まあ、考えておきましょうかね、まあ、まだ俺は舞台に立つのは先だと思うんで、いや分からんよまだ、まあ温めておきます、はい、まあ、でも機会あればね、まあ、この3人でなんかね、なんかぜひそれこそ絶望先生ネタでなんかこの3人、うん、この3人でってなバランス悪いなってね、いやいやいや、今のところあれドロンボー1名みたいなもんね俺らそうね、バランス的にそうだよね、タイムボカみたいなんだよ絶対にあとお仕置きだべって言ってくれるやつがいたらもう完成だからお仕置きだべだべひょっとしてなんか前本さんも絡んで何か歌とかまだあるかもしれませんからね、うんうん、はい、まあね、まあ本当に今後二次三次はいろいろやっていくと思うので、うん、ぜひお楽しみにしていただければなと思います。いや、はい、いやでも本当に、いいライブでした両国、はい、ありがとうございます。というわけで以上ふつおたでした。それでは1曲ここでお聴きください。先ほど、オープニングでもお聴きいただいた3月25日発売樋口楓メジャーデビューシングルマーブルからマーブル。踏みしめた道に描いてきたすべてが譲れない私だ。ため息が青い空に混ざっても溶けない迷路を傷ついたりつけたりして歩ける靴擦れに触ったら妙に痛いからもう目いっぱい泣いちゃって今日は笑えてる胸を刺す恋とか友情とか青春に余裕なんてないけど結局何も諦めたくはない
それでは次のコーナーやっていきましょう。続いてのコーナーは、樋口楓を見た脳内で、よいしょ、よいしょ、よいしょ。こちらのコーナーはですね、もやし場からまんまパクってきたこのコーナー、ですね、一元さんが脳内で樋口楓を見かけたシチュエーション、瞬間を募集し、我々が紹介していくコーナーとなっております。はい、ありがとうございます。はい、いや、本当丸パクです。すごい量集まりました。え、ね、すっと、平素からやっぱりあのデロンさんいじりがこのラジオは横行しておりまして、まあまあまあひどいやつがね、ね。誰が焚きつけてるか知らねえんだけど。ありがたい。誰が言ったかわからないんですけども、本当に雑にデロンさんをいじる回数が多くてですね。まあなんやろうなって。ほらね。だったらいっそのこともうコーナーとしてもういじり尽くそうということで、今回募集させていただきました。というわけでやっていきましょう。では早速いきます。ヘビーローテンションさんからいただきました。はい。一から事務所に入る際に邪魔するでーと挨拶する姿を見た。これね見たことある気がするんだよね。いや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 。事務所でこんな感じで入ってきてなかったかなって感じ。邪魔するで邪魔するで。邪魔するで。奥の方に行って。奥の方に。その瞬間全員一回立つのね。ああお疲れっす。あじゃあ立つのはそうな。でもね、おはようございますですよ、まだまだ今後どうなるか分からないけどまだまだね、まだね、段階的には、ね、来年は分からないよ、来年確かに来年まで行ったら分からんよね来年まで行ったらね、この業界1年後どうなってるか本当に誰も予想がつかないんだから邪魔するで邪魔するでになってても怖いな。 V とかでも喜ぶ、驚かんもん。あ、V、V。V っつって。ひびさんおはようございます。V、V、V。何にも驚かん。あ、でも影山さんがいらっしゃった時は、はい、本当にピースみたいな感じでした。ああ、影山さんが。そう、だからマーブルのシングル3曲目を影山さんに作曲していただいたんですけど、うん、そうですね。影山さんがね、こう事務所に来られた時に、うん、ピースみたいな感じで入ってきて、あすごいって思っちゃったな。へえ、イメージまんまの人が来たみたいな。もう本当にニコーっとした笑顔で、うん、ピースみたいな感じで、うん、ピースキャラクターが被ってる人がうちにいますけど影山さんだったのかなそうだったんだ。へえ嘘ニュースで嘘ニュースまあ何があるか分かりませんが、まあこういう姿を見かけたということでね、うん、はい、こんな感じでやっていきましょう、はい、じゃあリキさんお願いします。じゃあ、はい、じゃあ続いては一元さんネームゲローさんからです。ありがとうございます。顔が濡れたアンパンマンを見て気合で乾かせやと言い放っている樋口楓を見た。随分やられてんだよ、顔が濡れてるってことは。アンパンマンはお水でやられてんだけど、うん、いやー言うやろなこれ。言うんかい顔が濡れて力が出ないよって言ってるよ。あんまりでして気合で乾かすよ何やったの。いやでも空飛んでたら乾くでしょって自然乾燥でバーッとちっちゃい頃実際思ってました。なるほど。そんなジャムおじさん待たんでも飛んだら乾くやろって何他人の力で強くなろうとしてんねんって。いつまで寄生してんねん自立しろと半端ないつまで寄生しとんねんわひどいだろあそこ山場なんだから味方の力を借りて力を取り出すところが見せ場なんだから、やつの見せ場か、あそこそう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 、な、奇跡。そうですねコンパンマンって奇跡してたんだ、パンゴーやべ、案件コンクなるアンパンマンの案件は今ので間違いなく消えましたよ申し訳ないいや今回割とあれですよ、この紹介するやつも、うん、本当にやりそうとか本当に言いそう結構あるっぽいんですよね、うん、これが楽しみなんですけれども、
続いて、はい、よろしくお願いします。バンビンビンボビンビンさんからいただき、あ、違う、ガラスのコップさんからいただきました。はい、ありがとうございます。はい、路上ライブしている青年に向かって、頑張りやーと声をかけ、ビタ一文金を出さず去っていった。お金払わなかった。お金を払わずにね、声だけかけてね。頑張りやーっつって、お金、なんでギターケースここ開けとるんっつって。もうこれ邪魔やろ、うん、後ろに持ってった方がええんちゃう。声だけかけてね。これはひどいな。これはやりませんか。これはね、さすがにやらない。おーやらない。頑張ってる方に、まあ頑張ってとは言うけど、さすがにお金も入れるかな。あ、よかったです。うん、そこまでひどくないからね。やばい、ね、皆さんもね、ちょっとね、を入れちゃって、うん、そんなひどい方じゃないから。入れる？待っとるで。ここで待っとるでって、マーブルを。ここまで登ってきや。いややな。で、俺たちでひどくしてるじゃん。さあ、次行きましょう。はい、バビンビンボビンビンさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。スーパーの鮮魚コーナーでサンマにガン飛ばしてるところを見た。鮮魚コーナーでサンマに。にどうですか。いや、いや、もうね、やったことあるんよな。待って、いや、だって、はい、まあ、はい、魚コーナー行くじゃないですか。で、横たわってる魚がいるでしょ。いますよ。ずーっと目が合うから。なんでって思ったことないですか。絶対みんなあると思う。死んでるんだもん。死んでるよ。並んでるだけなんよ。そいつは。ああ、でもなんかたまにピチピチなってるやつもいて。あ、まあ確かに。あ、そうそう、だからなんかお前もう死ぬんやなみたいな。哀れみの目で見てあげて。哀れみの目でガンを飛ばすこともあるし、なんか本当にもうなんか思春期の頃とか、こう世の中もう全員死んでまいみたいな感じの時あったんですよ。その時はなんかお前が代わりになって死んでくれてんなみたいな気持ちでいました。ちょっと待ってよ。大丈夫か、これランティスのメジャーデビュー消えないか。大丈夫か。こんなサンマにガン飛ばせるようなやつメジャーデビューさせてええんか。スーパーのサンマにガン飛ばすやつは俺は知らんぞ。見たことないか。ないですね。ないですね。ないですよ、うん、そうですね。今までの人生、まあ、うちの母とかが歩いててスーパーのサンマにガン飛ばしてるところは見たことないですし、うん、俺自身もやったことはないですからね。あ、なんかたまにさ、あの、あるあるっぽいやつで、うん、なんか女の子がなんかお魚さばいてみようとかで、魚はこっち見てるから怖くて触れないみたいな、うん、ベタなやつとして聞くじゃないですか、うん、はいはいはい、喧嘩売りに行ってる人はやっぱ知らんもん。知らんもんね。何こっち見とんねんの、ね、人は初めて見えるかな。確かに、うん、まあぬるぬるしててね、うん、いやーとか言う子はいるかもしれないけど。単語がおかしいんだ。ぬるぬるしてんのはしゃあないやん。しゃあないやん。でロンさん、街歩けます？街歩けます？大丈夫ですか？街歩けます。いや、でもイルカは結構キュッキュッキュッという感触なんですよ。イルカ？イルカ？そう、だからイルカはなんかね、そうキュッキュッキュッっていう、あの、触り心地やから、すべ、うん、ての魚がこうなればいいのになみたいな感じと思ったことあります。あ、犬めぬめせずにイルカぐらいこんなキュッ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 すればガン飛ばさなくてもいいのになって。そうだよ、もうそんな臭い匂いもせんやろみたいな。ぬめってて臭いやつにガン飛ばされるからね。そう、なんかね、ラップもされてるのにあんな匂い漂わせて、なんかね、かかなーってなっちゃう。で、並んでればこっちの方睨んでくるし、並んでればこっち見る。そう、全員否定じゃねえか。魚を、うん、魚嫌いだもんね。そう、確かに魚嫌いっすね。すげえな。サンマにガン飛ばしてるでもうこれ持ってるんだよ。正直このお便りもね、持ってきてんだよなって思ったんだけど、盛るのを上回ってくるのもすごいもん。
さあ魚案件が消えたところで次行きましょう。続いてもガラスのコップさんからです。はい、寝起きで鏡に映った自分を見て、あ、何見とんねんと切れる樋口楓を見た。何全部に切れてます。切れ散らかしてますけど。え、これはどうです？これは、うん、あの本当にどうしてもなんかこう疲れてる日とかあるじゃないですか、うん、はい、で鏡に映った別人がなんか映ってるような感じで顔が疲れ切ってる時ってあると思うんですけど、ありますね。その時はなんか切れるまでもなく、なんかあれですね、哀れみでしたね、自分自身に対して。ああ、なんかさすがにね、切れたことはない。ああ、よかったです。うん。何見とんねんまでは至ったことがないと。痛い、あ、疲れちゃったなって。そうあー、かわいそう。寝起きって、寝起きってどうですか？寝起きいい方ですか？それともちょっとなんかこう、機嫌悪く。めちゃくちゃ悪いっす。なるほど。なんか誰かと泊まってたりしたら、うん、こう、悪いところ見せれへんなと思ってちゃんとするんですけど、はい、もう家とかやとなかなか起きないですね、私。ああ、はい、ああ、うん、まず起きないし、うわーっつって起きる。起きへんし、寝癖もあるし、あさって最悪みたいな。なるほどね。はい、なるほどね。いいじゃないですか。これ、まあ、解釈通りです。これはでも解釈通り。だからこれは持ってもいないし、ちょうどいい感じのところに落ち着いて。ちょうどいい、ちょうどいい感じですね。これを重ねていきたいですね。よし、次行きましょう。はい、マントゥーさんからいただきました。はい。ケンタッキー食べに行こうかのことを、取りしばきに行くけと言ってた。これはこれね、取りしばきに行こうかとは言う。あ、言うんですね。K じゃなくて、か、行こかやん。行こかで行こかか、うん、そう、取り仕分けに行こか、うん、とは言う。これは、俺も西の方のね、なんか文化として聞いたことだけはあったんですけどね、はい、吉野家行くの牛しばくみたいな、あ、ケンタッキー取り仕分く、本当に言ってる人いるとはと思って今ね。周りの子が言ってるから映っちゃったな。あ、家族は言わないんですけど、うん、学校の友達とかが、あの、今日取り行こうとか、取り締まき行こうとか、取り締まき行こう、放課後言うんすよね。へえ、ね、なんかチャーシバクっていうのもなんか冗談やろうと思ってたら、周りの子が普通に使うから、私もなんか使うようになっちゃったっていう感じで、うん、へえ、そうまあ実話シリーズですね。じゃあ実話でしたね、これ。いや、これは見たってことでいいんですもんね、これ。そう。見られちゃったか。これぜひ今後は、あの、配信することをつべしばくっていう風にしてほしい。つべしばく、四つ目しばき、10時からつべしばくわ。今日四つ目でしばくんで、よろしくお願いします。告知が全部しばきに行くんで。どんどん物騒になってくる。物騒な感じ。バンされへんかな、大丈夫かな。そこだけ。正直ね、そこでバンされてるんだったらね、今まででどっかで引っかかってると思います。確かにね。うん、多分ね。次行きましょうか。はい、カフェオレさんからいただきました。ありがとうございます。はい、デスノートを気合で耐える姿を見た。耐えれるんすね、デロンさんは。こなくそっつって。いや、無理だ。無理ですか。あ、まあでも、耐えてそう。自分が。うん、な、そのひ、あなた、そのカフェオレさんの樋口会では耐えてそうっすよね。で、私は多分耐えられる自信がないんですけど、うん、まあ、多分どっかの世界線の私は耐えてるでしょ。耐えてるでしょ。お前のところの樋口は耐えてるってことですね。書いてから何十秒後になんか死ぬみたいなじゃないですか、確か。確かに、うん、あ、そうね、うん、2週間くらい耐えるんじゃないかなって。割と耐えるな。ライトがちょっと不安になるくらい。ね、あれ、あれ生きてん、 G 間違えてたか。心臓だからね、そう。心臓止まってもこうなんか自分でこうバンバンってやってそうですよね。シュ自分でマッサージする感じで、ファッションやらみたいな感じでドンドン。ファッションやってる。最近やたらデロンさん胸叩いてるけど、どうしたのかな。デスノート。デスノート書かれた。デスノート書かれて胸叩いてるんですか、デロンさん。
いや、せやねん。で、L さんは名前書ききれないから、カエル無敵よ、多分。うんね、確かに、うん、書ききれなさそう。片方は書ききれねえし、片方はずっと場所やるんだってし。むちゃくちゃ。今日のテレモンさん、ずっと配信中バンバンなってっけど、どうしたんだよ。だって誰かに書かれてるってことでしょ、めっちゃ嫌やん。ずっとしかめっ面だしね。しかめっ面で何芝居てんだろ今日って。なるほど、耐えれる世界線もあると。そうですね、ありそうです。じゃあ次行きましょうか。はい、はい、金なしライターさんからです。はい、誰やお前とワニのついてない服を着たタズミの胸ぐらを掴んでる姿を見た。社長ですね、うちの社長ね。呼び捨てるんじゃないよ、お便りで。ヒヤヒヤするか。俺たちもそんなタズミなんては呼べないですから。呼べないんだから。呼べないタズミ社長って書いて。そうね、社長、うん、ただワニで判断してるのはそうかもしれない。そうかもしれない。でもね、この前会った時ワニじゃなかったもん、うん、えっマジで。なんかね、真っ黒のパーカーみたいなの着てて、えっ、じゃあ分かんねえよ。分かんねえ。そう、分からん、最初分からんくって、なんかあの半分にやけた顔で、あっこんにちはーみたいな感じで、ああタズミさんか。あ、にやけた顔して挨拶してきたから、あ、そうそうそう、にやけたにやけで判断してんの。そう、にやけた顔でちょっと、あジャスやるんか。タズミさんの証拠。ここなんですね。なるほど。そうですね、ワニの有無ではなく顔ですね。ああ顔、にや、ちょっと若干のにやけで、にやけ、そうそう、ありがとうございます。そう、若干のにやけぐらい。なるほど。なんか、うん、珍しくこう真剣な表情だったりすると、誰お前ってなる可能性がある、うん、胸ぐら掴んで、なあ、ね、そうしたらあの胸ぐらに、あ、クロコダイルおるってなって、ワニ、あ、いた、おるだ、あ、タズミ、ちょっと待って、わからんかったやん、なあ、にやけた挨拶せえやん、ややこしいわってな。理不尽、理不尽。どっちかなんだよ、にやけがあるかどうか、ワニがいるかどうか。どっちもなかったら偽物だなって。偽物だな。偽物っすね。そしたらしばかれてしまうってことでね。かわいそう。じゃあ次行きましょうか。はい、のにしさんからいただきました。はい、スーパーにてキャベツを一つずつ両手に乗せて重さを比べてるお姿を見ました。お、うん、まあ、これは実はですね、お、あれあれ、これするでしょ。キャベツで、キャベツ、まあ、キャベツとか、あの人参3本入りとか、はいはいはい、袋でね、なるべくその重い方を選ぼうっていうのもあるし、うん、あとなんか魚のさ、お刺身とか、あとなんかお肉の切れてるやつとか、なんかそういうのもこう自分の手に持って、なんか重たいのどっちやろうと思って、でお母さんに、これはこっちの方が重いでって言って、あのカゴに入れます。ま、あのお肉のパックとか、ね、あの、ね、待ってね、せん、せん、やるんですけど、待ってね、うん、今コメント欄もね、えらいえらいみたいなこと言ってるけど、ちょっと待って、お前ら、うん、ちょっと落ち着けよお前ら、はい、うん、はい、いや、いいよ、あの、俺は最初のあのキャベツ比べは、まあ農家的にもやるんで、ああ、やるっていうか、まあちょっとこれはわかると、まあわかりますよ、で、人参もまあわかります、うんうんうん、まあ、だいたい測ってたりするけど、ちゃんと、まあどっちがいいかなみたいなのを比べたりします。おー、うん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 、まあ刺身もまあわからんでもないです。どっちが、まあまあ、うん、多く入ってるかなとかは若干違ったりすると思うから、あ、するするする、うん、肉はグラム書いてあるべ。え、グラムで値段が違う。じゃあ待って待って待って、じゃあお前待って待って、樋口楓は何で肉の値段が変わってると思ったんだ。ん、あ、なんか脂身とか赤身とか。あ、バランスで、ああ脂身が多いとちょっとなんか安くなるなみたいな。そう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 、だからなるべくあの白身、白い脂が少ないのを選ぼうとか、重さで、で脂って軽いじゃないですか。うんうん、え、はい、違うの、グラムで、マジ、グラムが重いほど値段もちょっと多くなるっていう、変わってんねや、あれ、まあ、変わってんだね、値段見てへんかった。ちょっと
まああれですよ、まあ並べてある肉があったら大体はグラムで値段が入っ、まあピーって多分つけられてるはずなんで。ええ、じゃあ高いの買ってたんや私いつも。まあ重い、重かったらそうでしょ。重いから、うん、お母さんこっちの方が重いからって。重い重いで。うん、私はジェリーでなるべく重いくて赤身の多いの選んでたつもりやったけど、うん、金は変わらんかったということか。金は一緒じゃないんじゃないですかね。重ければ重いだけ値段になるんじゃないですか、ね、あ、だから いい分ちょっと、ね、お値段が張るっていうのは、うん、まあ、自然なんで別に悪いことじゃないですか。悪いことない、あの善の意思を持ってやってたはずですから。そう、善、うん、の意思しかなかったな。うん、あでもいいことです。そうか、うん、スーパーって汚いな。汚い、いやいやいや、やめて、あの喧嘩売るのやめて。今無駄に喧嘩売ったからね。やめて、何売ってんの。スーパーは汚くないよ。スーパーは普通に一定の行動を続けているよ。あーそっ、やらかしたわ。そうです、やらかしたが楽しいです。さっきまでフォローしてて、あのデロンさん優しいなっていう方向でまとめてましたけど、あの変なスイッチ入れたんで、あの用語のスイッチを外しますけど、用語のスイッチ。何を言ってくれてるんだと。ずっとスーパーのことひどい、もあのもう臭い魚はこっち見てるし、肉はアコギな売り方してるし、でもスーパーに対する傷がすごい。そうですね、あでもスーパー大好き。取ってつけたように。はい、スーパー大好きです。ありがとうございます。はい、我々ねスーパー大好きなのでね、はい、いろんなお仕事お待ちしております。お願いします、お願いします。次行きましょう。はい、俺ですかね。はい、頑張れ田淵さんからいただきました。はい、公園の鳩にアンダースローで餌をやる姿を見た。シュッ。ドロンさん何やってんだろうな。すっげー振りかぶってっけど。あ、鳩に餌やってんだ。低い弾道でね。そうそうそう。ならちょっと当たってんじゃねえかぐらいの、うん、弾道で。ハトにはやっちゃダメだから、鯉とかにはやりますね。アンダースローで餌をね。あ、うん、なんか結構投げたくなるときないですか。こうあのソフトボールみたいな感じで投げたりとか。あ、はいはい、あのバレーボールみたいな感じでアタックしてみたりとか、餌をパシャーンパシャン、そうパチャーンと。そこに群がる鯉を見て、あい、アウトアウトっていうのが好きだった。ちょっと待って待って待って、あのな、わかるわかるって同意しようと思った直後にな、お前さっきからな、本当に一つわからんもん挟むのやめて。一つわからん、一つわからんくなったらもうわからんくなっちゃうから。あのアタックでもちょっと怪しいなと思ったんだけど、アウトアウトがもう全くわからん。あ、なんかその、うん、取りきれんかったなみたいな。これオリンピックやったら負けてたぞ。もう一回床に転がっちゃったから、もうそうそうそう、鯉たちがパシャパシャってなっちゃった時点で、あ、ダイレクトに食えんかったお前らアウトになってくる。そうそうそう。これ優越感を覚えるってことですか。あ、そう、優越感を覚えるし、あのここにある餌ね。魚類に何の恨みがあってそんなに敵視してんの。あ、でもイルカは好きやから。イルカ魚類じゃねえ。哺乳類だよ。ドルフィン哺乳類。あ、そっか、じゃあ魚類嫌いかもしれん。ひどいな。あ、でもご飯、まあでもあれ慈悲の心はありますからね、ちゃんとね、あの、まあね、動物に対してご飯を与えるっていう、うんうん、ちゃんとね、うん、お金払って餌買ってやるときありますから。そうですね、あのそこは優しい。そう、優しいですよ。もう一回優しい路線で。優しい優しい。じゃあ優しい路線で引き続きいきましょう。いきましょう。はい、続いては一元さんネーム亀さんからです。はい、太鼓の達人を拳でプレイする樋口楓を見た。いや、これやったことあるでしょ。いや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 。あるんかよ。いやいやいや。うん、ね、ちっちゃい頃って、うん、ちっちゃい頃ね、ちっちゃい頃ね、うん、そう、うん、付属のバチめちゃくちゃ太いじゃないですか。あ、太いですね、うん、で、なんか手がめちゃくちゃ痛くなったんすよ。あ、うん、はいはいはい、はい、ね、うん、で、グリップとかもこう使用感があると剥がれてるところがある。あ、うん、あるね。だからちっちゃい頃はこうお父さんとあの100円ずつ入れて、うん、素手で遊んでました。まあまあでも、うん、まあゲーセンにあるやつは本当に太いですから、
そう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 。男は確かに目持つのは難しいかもしれないから、ね、まあ手でやるみたいなねのは手で、うーん、うーん、でもあのカーがめちゃくちゃ痛いんですよね。カーであの太鼓のあの面がってこと？そう、カーその縁の部分ですね。ドン、縁の、カーが痛い、カーが痛い、そう、カーの、カーは痛いわ、手は。それは痛いわな、手でやったらカーは痛いわな、うん。だからドンをパーでしてカーをグーでするっていう。パーパーパーグーグーグーみたいな、そういうんです。ああ、ドンキーっぽくあの太鼓はポンポンポンとやりながら、あ、そうですそうですそうです、手でね、手のひらでポンポンで、で、でカーだけ、カーだけはちょっと痛いからグーにして、痛いからグーにしてガンと。俺逆の方がいいんじゃねえかなと思うんだけどな。あれ盤面をグーでやって、逆の方がいいのかな、うん、横を平手でペチって感じでやれば痛くなさそうなんだけど、あ、反応しなかったんですよね、当時痛かったから。なるほど、そう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 、最近してないから分かんないですけど、さ、しちゃダメだよ、しちゃダメですよ、ですよ。あの今になってグーパンでやりだしたらあのみんなから止められますからね。何やってんだって、敵になっちゃうね。うん、ちょっとちっちゃい頃パワーだとね、まだか弱かったかもしれないですね。可愛い路線で、ええ、まだ可愛かった、可愛かったんでね、うん、ええ、今グーでやるともう一回遊べないドンになる可能性がある。バンッつってできんだドンってね。うん、なるわ。まあぜひ皆さん真似しないようにお願いしますね。まあ絶対ダメ、絶対ダメですよ。そう、真似しちゃダメだよね。はい、お願いします。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ロハースさんからいただきました。はい、ありがとうございます。熊田正史の単独ライブでゲラ笑いしていた。単独やもんな、相当好きですよ、熊田正史。言ってるんだもん、もうちゃんと調べて。そう、チケット熊田正史は単独ライブやってなさそうですからね。うん、うん、営業中ですけど、うん、うん、1人で2時間とかの想像はつかないです。つかないからね。30分だったら無敵の人、ね、うん、あ、多分30分ぐらいだったら笑い続けられるだろうけど、2時間3時間もね、どうなんだろう、終わらないの。フーってやってるところ、やっ。いや、これ見たいな、見たい、うん、熊田正史好きですからね、俺、うん、おお、まあ、みんな好きだよね、やっぱりね、うん、熊田正史ね、まあまあ、みんな、あの、いろいろあった時に、うん、ね、あの、事件が起きたじゃないですか、去年の夏頃に、はいはい、うん、ね、やっぱ熊田正史だけは無事でいてくれってこう祈った、俺祈った、うん、祈った祈った、うん、やってないでくれって思ったもん。いやでもね、なるほどね、じゃ、うん、これはどうですか、単独ライブ、うん、ゲラ笑いは、まあ、ゲラです、しないでしょう、しないか。しないんだ、しないか、笑いってあのね、うん、ライブでこう笑い声を上げようってあんま思わないですね。ええー、なんかお客、お、なんか一お客さんでいたいので、はいはい、なんか自分の笑い声をこう乗せたくないっていう思いはあります。なるほど、 あ、じゃあ収録されてるかもしれないって思ってこうあっはっはみたいな感じでもうなんか客席の声が入っちゃわないようにするってことですか。そうです。なるほど。へえ、うん、だと思います。はあ、俺はもうそういうお笑いライブに行ったらもうこれで見よがしにバカ笑いしますからね。でも気持ちいいでしょうね、あの、うん、演者さんからしたら、そう、舞台で聞いてたらやっぱり声聞きたいよなっていうのが、ね、うん、よくわかりますし ね、うん、ね、俺もやっぱり、ね、やっぱり笑っても面白いよっていうのを伝えてあげないとっていうのがもう体験としてわかるから、だからわーっつってなんだろう、もう咳まで入れてるからもうなーって今面白いよって、ね、うん、今の90点くらいのね、あ、伝えていきたい、笑ってあげてほしいけどな、やっぱなんかデロンさんの声またあの弾みになるもの、確かに、うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、次行きましょうか、はい、はい、えぐいやつさんからいただきました。はい、道端の犬の糞をかりんとう片手にじっと見つめていた。何を思ってかわからない、何を思ってんねや。かりんとう片手にずっとな、まんじりともせず眺めている。うん、あれ、あれ、俺デロンさんいる、お、デロンさんどうした、え、どうしたデロンさん、
この光景を見た第三者は、うん、そのデロンさんが持ってるのがかりんとうかどうか分かんない、分かんないよ、ね、そうそうそう、でずっと眺めてる、うん、ずっ1個拾っちゃったのかなってずっと眉間にしわやってるし、どうしたんだろう、それも拾うんかな、デロンさん、あ、食べた、あ、いや食べたこれは怖いですね、これ怖いですね、怖いですね、うーん、怖いな、怖いし、こんな未来は来てほしくないなあのね、あの、うん、ちょっとあのね、年取って80歳、90歳になって、ちょっとこう物忘れが激しくなったとしても、うん、樋口楓にはこんな姿は晒してほしくない、そう、そうですね俺もその気持ちですよかった次行きますか、はい、ダッチョさんからです。ゲーム配信中ぶっこで思いとどまった直後にぶっ殺すぞと切れた樋口楓を見た思いとどまってんけどなお前ぶっこぶっ殺すぞぶっ殺すぞ溜めて出したみたいになっちゃう、うん、やってるでしょこれは、まあ、多分賞味やってそうなんだよなどうだろう、多分ね、グランドセフトオートとかでやってると思うんですよ、うん、でもなるべく、うん、こう乱暴な言葉を使わないようにしてるんですよ、私。ほう、こう、あの、死ねとか殺すぞとか、うん、うん、だから、あの、発言してる時の私は私じゃないだから、スイッチ入っちゃったらもう本当に制御を効かなくなって、うん、で、突然スイッチオフにされるんですよ、もう一人の私に。だからなんか突然冷静になるなって言われるんすけど、うん、リスナーさんにね、うん、でもそんな制御できひんから急にスイッチオフになっちゃうんだもんね、うん、そうなんです、急になるんですよ私。お、俺は忘れもしないんですけど、うん、グランドセフトオートもね、あの、うん、実況されてて、ま、あのお嬢様ね、言葉で、あ、はいはい、ありました、お上品にグランドセフトオートやりますって言ってたんですけど、まあ案の定だったんですよ、うん、案の定だったんですよ、うん、で、や、まあ単価すがとか言った次のゲームオーバーの直後に、そういえばランティスの人と打ち合わせがあってって、普通にランティスの人と打ち合わせの話をしだしたんですよ何が起きたのかと、俺そのゲームオーバーの暗転の直後に、な、何を話しだしたのこの人ってえってランティスの話って、え、で、そっから俺はランティスでなんか嫌なことでもあったのかなと思ったら、普通に打ち合わせの話普通に話し出したから、はぁって、その緩急、緩急、それが多分オンオフなんだろうなと思うんだけど、あれはね、すごいですよ、うん、俺、いや、なんも、なんも、なんもないですよ、大丈夫ですよ、大丈夫ですか、別に意地悪されてないですよ、本当にサンカスとランティスでインオフなわけじゃないんですよね、だから多分その暴言入ってた私はランティスに入ってないんですよそう、あれは違う樋口楓だから、違う樋口楓、ランティスの打ち合わせをした樋口楓とは別の人が、そう、全く別、タンカスって言ってたと、なるほど、タンカスタンカスって単語はね、なかなか出てこないですからね、次行きましょうはいはい、A2 さんからいただきました、はい、ありがとうございます、はい、電柱にぶつかって痛いより先に硬っと漏らす姿を見たいやーね、漏らすよ、あ、言うってことですかあ、だって、ね、あの、ぶつかった時ドンツーじゃないですか、うんうん、だからドンツーってこう後々じわじわ来るタイプの痛みだから、うん、まずこう体で感じるのはこの 食感なんですよ、食感じゃない、感触なんですよね、はい、はいはい、だから硬っになっちゃうっていうのはめっちゃある、なるほど、痛いよりも先に硬いが来る、硬いが来る、うん、あの猫とかに引っかかれた時は、うん、もう鋭い痛みだから痛ってなるんだけど、うん、はい、うん、電柱とかそういうなんかドアとかにぶつかった時は硬になる、ドアの乾燥が入ってる、ドアとか電柱の乾燥が入ってる、うん、そう、うん、なるほど、そうそう、ぶつかるのねっていうところが、うん、そうね、うん、そもそもとしてね、うん、今へーって聞いてたけど、うん、そもそも電柱にぶつかってんの、でぶつかったトークを繰り広げられたら、あ、ぶつかってんだになっちゃうからね、てんだねそうなんだ、ドアぶつかってんのって思った、うん、へー、え、でもぼーっとしてる時とかないっすか、ないっ
ないか。ないか。全面否定させていただきますけど、電柱にぶつかるほど棒たることはないですね。ないか。ないですね。そうなんかぼーっとこう帰り自転車とか漕ぐんですよ私。うんうん。で、あもうめっちゃ夜あ部活終わった後とか、はい、チャリコ入れて、はい、あー疲れたーとかね、向かい風が強い時とか特に、うん、あのなんかもうこのまま帰りたくねーよーとか、うん、もうこのまま死んだらなんか楽になれんのかなとか思うんすよ。なんだなんだめっちゃ疲れてる時ね、うん、疲れてるからね、うん、そうね、ぼーっとなんかその、うん、死んだ後の家族のこととかを考えてたらガンってぶつかるんですよ。で現実に戻って肩ってなって肩うんならんか。なあのなんかフォローしたいなと思ったんですけど、すいません力不足でしたわ。力不足。すいません。俺は力不足でした。いろんなこと言いたいよ。チャリなのとか。そうそうあのそのツッコミポイント逃してしまった時点で、ねうん、やっちゃったなと思ったし、うん、で、うん、家族のこととか考えて家族のこと、うん、何考えてんだろうと思ったし、でぶつかるまで行っちゃうんだ。チャリの時は気をつけてください。デロさん。そうですね。気をつけて、うん、自転車はね、危ねえの、事件になっちゃうからね。殺人になっちゃうから気をつけます。殺人ってことは一人ぶつかる想定で行きました今。でもね、あの犬の散歩してる方とかいたら危ないですもんね。私の前で歩いてたら。まあそうですね。そうなるべくじゃあ歩かない方がいいかもしれない。え、お前の前でってこと？なに、まあ、触れるものみんな傷つける気でいいの？え？道を開けると、うん、道へ、うん、ちょっとあのぼーっとしてる人が自転車越えてたら道を開けた方がいいです、うん、はい、これは間違いなく、まあ間違いないかもしれない。はい、誰にでも言えること。そうですね。じゃあ次行きましょう。そうです、はい。東村ドライさんからいただきました。はい、なんだかわかんないけど宮崎駿にめちゃくちゃ気に入られている。なんでや。なんか起用されてんでしょうね、だからね。久石さんの曲あげるみたいな。すげえ宮崎駿。デモさん今度ジブリ出るんですか。キャストもねやって、まあ、私久石さんのね曲好きですしね、うん、ジブリも大好きですけど、うん、まあ宮崎駿さんに気に入られたら泣いて喜ぶでしょうね。まあそうだよね。まあ基準が見えんからね、うん、見えない、ね、むしろ気に入られてる人っているの？めっちゃ厳しい人でしょ。神木くんとか。ああはいはい、はい、神木くんは、あと、そっち系か、ね、三輪さんとか何回も出てる人は。ああ三輪さんはそうね、うん、うん、三輪さんになるしかない。三輪さんに三輪さんになる方向で将来はそうなってるかもしれないですね、はい、そうですね、まあ、なってる、なってんの？なってたらびっくりしますけどね。さっきまで私の前に立たないでくださいって言ってたやつが三輪さんがボーっとチャリ乗ってたら本当に怖いって言ってたからね。ほんと怖いよ。三輪さんがチャリンコでうつろの目してたらめちゃくちゃ怖いよ。確かに怖い。そらよけるよ。じゃあちょっとオーラつけます。オーラつけてはい、お願いします。じゃあ、はい、ゼロさんこれ最後のやつお願いします。最後ですね、うん、あ、わかりました。元祖ベチコ焼きさんからいただきました。はい、武道館でのソロライブを成功させた樋口楓を見た。いや、嬉しい。こういうの、いやそう、ま、こういうの欲しかった。そう、欲しかった、うん、残念ながらあんまり見られなかったけど、こういうのでした。そうあんまりなかった。なかったんですけど、こういうのです。はい、というわけで以上、樋口楓を見た脳内ででした。それではここで1曲お聴きください。デロンさんお願いします。はい、3月25日発売の樋口楓メジャーデビューシングルマーブルからシュガーシャック。たらめばっかで嫌なっちゃうよね。
曖昧なレスにホープはご自慢のポーカーフェイス剥がしてみたいわ。わなびたたラブみたい何もかも抱えて踏み出せ Lock Lock Show to be Lock 駆け抜けることがあった。踊れ踊れ歌え歌え騒げ騒げそれでもう一丁踊れ踊れ続いてのコーナーに行く前にメールを紹介させていただきます。はい、のにさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。前本さん、力一さん、ゲストのデロンさん、こんばんは。こんばんは。私はデロンさんの独特すぎる食レポが大好きで、以前やられていた企画デローン何食べたでしょうではめちゃくちゃ笑わせていただきました。はいはいはい、特に白玉クリームぜんざいを鉛筆の後ろの方をかじった時の味、杏仁豆腐を水酸化マグネシウムの舌触りと表現された時にはデローンさんってマジでヤバい人だなと思いました。もし次回同じ企画をやる時にはぜひ前本力一の2人も参加してみてほしいです。というわけで続いてのコーナー、おーよっ、デローンは何食べているでしょう。よっしょやったー、今からデローンさんに2品ほど食レポをしていただき、はい、前本力一の2人で全力で当てに行くというコーナーになっております。よろしくお願いします。なるほど、お願いします。来ました。もうこちらのコーナーやるためにね、まあ準備していただいて、はい、そう、2品用意しましたので、よろしくお願いします。本当にお任せであれしたんで、我々は本当に分かりません。何にも分かんないです。じゃあ、あれですね、スーパーというかコンビニに売ってるものにしました、今回は。両方とも、両方とも、はい、なるほど、両方とも、はい、スーパーにもコンビニにもあります。はい、ありがとうございます。じゃあ、一、うん、品目から、うん、はい、いきますね。はい、あ、匂いは、うん、あの緑と青の間のちょっとこう海っぽい感じ、飛行機からこう 見下げた時の海のような色に、うん、白を8割ぐらい足した色ですね。それ匂いが、ね、緑じゃなくて、ね、だいぶそれは匂い、匂いがですよね。匂いが、うん、匂い、そう、匂いです、匂い、うん、OK、 はい、味は、うん、羊とかに餌やる感じあれなんだろうな、羊とかに餌やる感じ、フレアとかやるあの感じの味、味、そう、あの牧場とか行った時に、うん、こうね、唾液がつかないようになるべくこう指先で揚げようって、ああいう感じの、あれを思い浮かびました。うん、食感はどうですか。そうですね、食感、食感は、うん、そうですね、うん、なんかあのちっちゃい頃下水道のスケッチをしてたんですけどああいうとあそこで、あ、台風の後やったんですよね。はいはい、でこう水の流れがちょっといつもより急になってる、うんうんうん、あの感じです。食感が ね食感でしょ、食感で、あ、美味しいですよ、美味しい、うん、美味しいんだ、美味しい、うん、その風景が思い浮かぶってだけで、うん、そういう感じの食感をしてらっしゃる、はい、食感をしてらっしゃる、はい、流れるような感じ、排水口、ただ台風の後なんで激しいと、激しい、そう、ちょっといつもより激しめ樋口さん、まあ今回ね、我々2人で攻略していくんですよ、このうん、うん、そうです、何回も、ね、1個の答えをね、うん、最後出さないといけないから、うん、遠いぞなんか思い浮かんだ、リキちゃん、これ、いや、なんか乾きもんだろうなっていうのはさ、うん、っぽいですよね、うん、なんかシャキシャキ感みたいなのと、多分あの餌やってる感じって多分なんか、うん、あんまり水分がないのではっていう気は、ね、うん、草だからね、うん、うん、するんだけど、ここまではどうですか。合ってます、合ってます、まとえてる、もう、でも匂いが色だったからさ、匂いが色で
青と緑の間の海みたいな色を、うん、白を白ぶち込んだ色、8割足した、うん、白8割足した、ほぼ白じゃねえかあ、薄い緑、優しい味っていうか、はお匂い、優しい感じ、そう、匂い匂いは、そう、優しい、でもちょっと緑が強い感じです。なるほど、アホというよりかは緑かな。だからこれはね、海苔巻いてんのかな、ん、海苔巻いてんのかな。あ、海苔ってこと。俺はね、あの、ビーノとかさ、エンドウ豆系の、あ、でもビーノだと匂いが濃いから、あの、もうちょい薄い味のエンドウ豆スナックみたいなやつあるじゃない。あー、ぽいな、うん、どうなんだろうな、うん、俺は、うん、あの、のり巻いてる、なんかあられみたいな、おせんべい的なやつだと思うんだけど、2つ出してみる1つにまとめるのはね、これすり合わすのむずいわ。むずいよ、だって何にもこの後ないと思ってるもん。じゃあデロさんじゃあもう一つ、はい、ヒントをもらえるとして、なんか1個、うん、値段、あ、値段は、うん、めちゃくちゃ安いっす。安いし、うん、あの、お子ちゃまでも食べれるし、うん、おばあちゃんになってからでも食べれる。あんま狭まんなかった。うん、100円以下ですか。何円やったかな。100円以下で手に入ります。だから、おそう。100円以下。じゃあ結構ちっちゃいな。ちっちゃいな。じゃあ結構食ってるなって思いながら今見てたけど、ちっちゃいのもあるし、うん、箱入りのもあるっていう。で、私は小分けのを買っちゃったんですよ。お？そう、箱の中に入ってる小分けのやつっすわ、これミニパック、うん、はぁ、待ってよって考えたら割と俺の近くだよ。近いんじゃない、そういうなんか、うん、味好み的な、うん、あっち系の、あっ、そうそう、そっち系の乾き物だとして、だから俺のじゃない、力士さんの方で行くか。ちょっと行ってみる。行ってみるか。じゃあ、なに、のり巻いてるって言って大丈夫。大丈夫。あの、俺もそこはもう否定せん。じゃあ行きましょう。前本力士が出した答えは、はい、のりを巻いたあられみてえなやつ。おせんべい的なやつ。おせんべい的なやつ。残念。あああ。でも何にも悔しくない。何にもおかしくない。あれ、コメント欄は結構正解ありました。おそう、ビスコ。ビスコか。ビスコ、そう、あ、優しい味する、優しい匂い。あ、はいはい、そうでしょ、うん、で、あの、柑橘っぽい感じも緑と青を混ぜた下水道の感じ。あ、でも硬いってことか。硬くて、で、あの、パサパサしてるから、こう枝とかがこう流れてきてたんですよ、下水道に。ね、そういうのが、うん、あの、喉に流れ込んだ時、うん、あれが湧いたって。なるほど。そう。リキさん、これはね、俺たちの想像力の欠如だよ。これはね、そうだね、うん。言われてみればってなってくる。不思議だ、これ。タグを外さないといかん、これ。これはね、自分で出した企画ながら、思ったより壮大だよ。すごいよこれ。これすごいぞ。これ10年戦えるわこのコンテンツ。この企画すごいですよ。どんどん擦れるもんこんな、うん。これ正解出るまで1週間続けても1週間で続けていっても今年中に終わるかわからん。でも次2問目がありますから。そうです。これで我々のここでリベンジをね、うん、しますよ。これはねちょっと分かりやすめの次ちょっとやってきました。でこれもスーパーにもコンビニにもあります。はいはい。ではいただきます。うん、あ、一口目に入れた瞬間に広がったのは、うん、はい、あの、ちょっと空き地でゲートボールしてるおじいちゃんが、うん、こう子供たちと点数争いをしてムキになってるところ、うん、これ結構ヒントよそんな熱くなられても熱くなられてもだって、うん、あ、でも、うん、後味は、うん、こうディズニーランドかシーに行った時に、うん、こうスプラッシュマウンテンみたいな待ってあそこで見てるおじいちゃんとおばあちゃん、うん、
果じいさんとばあさんには変わらない。じいさんばあさんは変わらない。そうそう、基本が老人テイストで、うん、そう、そこポイント、そこポイント、老人テイストで、うん、ってことは、うん、やっぱり乾き物なんじゃねぽいよね、うん、なんか 食感とか手触りとかどうですか。そうですね、ね、うん、めちゃくちゃあれですね、ちょっとずつ溶けるタイプっす。溶ける溶ける、そう、飴じゃね、さっきとはまた別ベクトルっすね。飴なんじゃね、飴で若干その普段食べない感じの、食べないって感じっていうか、あの甘いキャンディー系じゃなくて、うん、あのちょっとこうスッと抜けるような、あるね、うん、飴だとしたらなんかあのキリクリスタル的なさ、あ、舐めてったら途中スーになるタイプかと思ったけど、いや俺はね、もう完全に龍角散なんじゃねえかって。あー、確かにお年寄りじゃあ、うん、その風味あるか、龍角散あるな。龍角散のあの青い方、青い方ね、青い方、あーぽいな。ヨロさん、それで腹いっぱいになります、食ってたら。あー、お腹いっぱいにはならないですね。そう、食べるべき時に食べるものです。お、好んでは食べない。好んでは食べない。今仕事で食ってるって。仕事で食ってるから。うん、好んでは食べないっすね。ありじゃない、龍角さん。龍角さんなんじゃね、来たんじゃね。これは、うん、俺も今ね、依存ないわ、うん、いけるかな、いけるんじゃない、これ。じゃあ行こうか、はい、いきます。前本力一が出した答えは龍角さんのど飴。正解。おー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 、これはね、やっぱおじいちゃんの味するもんね。おじいちゃんのなんか頭の匂いするもん。美味しいですけど。個人差あるよ。うん、そう、個人差あるけど、うん、私はね、あのマイルドミルクの方をね、あの、あ、じゃあ青い方じゃねえじゃん。危ない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 、青い方って言わないで。 そこね、絞ってたら間違ってましたね。危ない、龍角散、龍角散のラーメン。あー、青い方はスプラッシュマウンテンじゃないですよね。なんかもう富士急まで行っちゃう、数がすごいんだ。なるほど。そう、あ、待って、俺ね、割とね、今ね、素直に、あ、感動してる。これね、うん、当たるとなんかね、あの、なんか神に見初められたみたいな気持ちになるんですね。ああ、そうなんだ。へえ。でもなんかちょっとね、今のはなんかビジョンとして描けました。うん。うんうんうん。そうか、これが分かりやすい問題なんだっていう。そうそう。そう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 。よかった、うん。この方向でじゃあ攻めます。攻められたところで。どこに攻め入るというのか。うん。まあでもね、龍角散のど飴、本当にね、のど飴として非常に優れているので、はい、あ、そうです、そうです。ぜひね、あの喉とかね、あのいたわるときには舐めてくださいということで、はい、いやー、はい、当たりましたな。当たりましたね、ええ、なんとかね、ええ、途中どうなることかと思ってどうなることかと思いましたけども、なんとか我々当てれましたね。よかった。いやいや、いや、これメジャーに持ち込もうよ、これ。いや、本当ね。案件いよいよなくなっちゃうわ。下水道とか最悪やもんな、普通に考えて。下水道じゃなくて、まあ排水口だったら。排水。なんか毒されてない、うん、髪に。確かに、毒されてるよ。飲み込まれてるよ、今。ミッドサマーが始まったこと。はい、以上、デロンは何食べているでしょうでした。ジングル入ります。はい、ありがとうございます。覚えてんのかい、今度は。大丈夫だね。今日の一口嘘ニュース。フェイクニュースがはびこる昨今、あえてあからさまに嘘だろと思うような笑える一行ニュースを紹介していきます。今回はもちろんゲストのデロンさんにも、
ウソニュース選んでいただいております。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。では最初は私から、いかせていただきます。はい、一元さんネームが、エコールからです。樋口楓、壊れた家電は叩いて砕く。砕く砕く砕く、あもう、ね、用済みだと、あの引き取ってもらわなくて結構と大丈夫今回あの樋口楓を見たのコーナーがあるにもかかわらず、嘘ニュースめちゃくちゃ樋口楓多かったです。そうですね、多かったですね、選ばざるを得ない感じでしたね。すごかった、続いては平井健フロムヘルからです。はい、木村拓哉、寿司は噛まずに飲む。寿司だねなんだろうね納得しちゃうんだよな。おもろいおもろいこれな、何のイメージが共有できたのか分かんないけど分かるっていう絶妙続いては子供からです。はい、剣持トーヤは外国のファンにトヤと呼ばれてるトヤ、これはありそう、これはあるんじゃないですかね、トヤ見てるよ、トヤ頑張って私のお母さんもトヤ好きよってトヤ、アゴ、トヤ、アゴ。では続いていきましょう。廃屋からです。舞本圭介は水をかけるとマスクド一からになり、マスクド一からにお湯をかけると黒石場になる。戻れねえじゃん俺。戻れねえ。一生戻れ。一生戻れねえじゃん。一生犬畜生じゃん。汗かくなよ。朝アウトな。汗ダメです。もうベロでベロで頑張ってください。ベロで、続いて目覚めざしからです。はい。舞本の車の座席にはビニールのシートがついたままになっている。これはね、多分そうだろうなってありそう。どう、しばらく剥がさない、しばらく剥がさないですよねあの車とかで、ね、車とか、うん、でも乗るとやっぱね気になるからあ剥がそうってなるよね、うん、これはもうリアルニュース路線ですね、これね、うん、続いては頑張れ田淵からです。はい、ミラノ風ドリア2兆円に値上げたっけたっけセブンとか並んでてもあれでしょ、うわへえってパッて手に取ると2兆円何今日サイゼでワイン飲むかっつってミラノフードレ頼んだら4円ですっつってお返しして、これが大体ワンコイン以下だからあれなんじゃないのって、2兆円です、このドリア1個が GDP なんですかってなるからだいぶで嫌です。続いてペンキ羊からです。世界が尊敬する日本人100人に南原清隆うん、なんかね広まっていければ、なんかそのなんだろうなあ、うん、なんちゃんはこの人ね、うん、はいはいはい、なんちゃんは、うん、なん昼頑張ってるからってそれだけそっか苦労してんねやろな。ええー、ではつ待って、なんちゃんの感想苦労してるねやろうな、なんちゃんの苦労を忍ぶ続いて、RBI からです。はい、あったかいんだからを今やればウケるこれで嘘です。嘘ですよあと2年は待たなきゃいけない、うん、もうちょっと我慢しないとね、あまだ早いかな、ね、まだ熟してないですね、ラララ大体操もまだギリ厳しいところなんで、うん、そうです、うん、熟してる最中ですよ、高いんだからね、はい、でもはいっつっちゃって、はい、次行ってくるの、はい今、はい、あそうすればいいですけどじゃあ次行きましょう。阿佐ヶ谷姉妹は20メートル以上離れると爆発するこれも、ね、RBI からでした、はい、これはね、あるかなと思うんだけど、うん、たまにロケとか見てるとさ、うん、あの、どっちかわかんない、エリコさんの方がたまに急に全力疾走始める時あって、うん、そうしたらっていうのが、ま、危ないでしょうね、爆発する可能性があるんですよ、事故る可能性がありますよなんか YouTube でモーニングルーティン上げてらっしゃって、あの2人、はい、めちゃくちゃ面白かったです、
ずーっとやっぱ一緒やから離れるとね、うんうん、多分爆発すると思う、うん、まあ確認しようはないですからね、本人と気遣ってるでしょうから、うん、ええ、では続きですね、はい、丸月からです。ナタデココはローカル局での仕事が多いため、みんなが思っているよりも収入は多い。納得しちゃいますね。納得しちゃうよ。なんかタピオカがドーンとね、なんかね、うん、あの全国区でやってる今ですけども、ナタデココは地味にこう地方地方でいろいろロケとかやってるから、ロケも営業もやってるから、ね、うん、だから思ってるより年収聞くと、あれそんな稼いでるんだって、うん、うん、あ全然じゃん、全然いけるんじゃん、うん、そう。だから今度はあの娘私立に入れようかと思ってとか全然言ってるのがナタデココ。ナタデココね。ナタデココ。では続いていきましょう。はい、テケルからです。うん、青春アミーゴの歌詞、助けてくれ、レイのやつらに追われてるんだの、レイのやつら、テレタビーズのことだった。めちゃめちゃ怖いよ。怖いよ。え、おーって。怖いよ。情けないで助けてくれ。情けなくはないよ。それはそこまで言うたビーズが4人来て。これいいですね。いいですね。続いては、ナスイチからです、はい。太陽は言うほど熱くない。いや。これはね、なんかね、かっこいいから選んじゃったんですよ、これなんか。かっこよくないですか。確かにかっこいい。太陽は言うほど熱くないってなんか。ブランデーのテンションで選んだお便りだなって感じします。これ超かっこいいと思う。座右の銘にしようかと思っちゃう。絶対ブランデーのテンションで選んだやつですよ。今回ちょっとね、あのほろ酔いで選んだところがあります。そうですね、ほろ酔い。今回はリキーさんはほろ酔いでこのお便りを選んでますので、事前に選んでおります。続いて、足利おじさんからです。はい、根菜類の中で表面上の友達が多いのは人参。ああ、これどうですか。わかりますよ。うん、うん、嘘じゃないんじゃないですかね。ごぼうとかなんか大根とかいろいろいう中でやっぱり人参だけなんかこういう範囲がこう広いですよね。あ、広い広い広いですね。広く浅い感じが。めっちゃ仲いいやつは絶対ないですよね。うん、なんか、カレーでもね、肉じゃがでも、きんぴらとかでも、まあ人参いなくてもギリなんとかなるかみたいな。でも人参入れとくか。うん、うん、あいつ言うとまあまあ彩りあるしな、確かに色合いね。でなんかこいつとこいつ絶対一緒じゃなきゃ嫌だっていう感じはない。あんまないよ、ないよね。うんうんうん、はい、うん、っていう。次行きましょう。はい、休館喫茶国回れからです。検証、福沢諭吉は一万円札のことを諭吉と呼ぶのか。ああ、うん、ああ、言うと思う。ゆきち、ゆきち、ちょっと待って、染まっていけば言うでしょうね。みんなが言うから、うん、もうしょうがないから言うわ。あ、折れてくれるかどうかなんだ。折れてくれるかどうかね。うん、万円っていうかな、それとも万円。やだな、万円しかない。俺だったらゆきちの方がいいや。ゆきちの方がいい。あ、なんかね、自虐してほしいな。自虐なの。俺、そう、俺15枚オンで財布の中にとか言ってほしい。いっそ。お前俺何人いんのよっつって財布見てくる、財布見てくる感じね。そうそうそう、俺お前のこと好き、あ、お前俺のこと好きだな。好きやね。そう、言ってほしい。では次行きましょう。はい、ウイスキーはストレートで飲むからです。はい、劇場版のジャイアンはバフがかかっているので、うん、墨をダイヤモンドに変えられる。すごすぎますね。すごいね。なんかちょっと優しいとか、うん、男気があるとかじゃないですよ。もう劇場版のジャイアンは、あの墨をギューってやったらダイヤモンド、見てろよ、見てろって言ったらギューってったらダイヤモンドが綺麗なやつが。お前最近それ好きすぎだろ。ジャイアン好きすぎだろ最近。任せろって言ってギューって言ったらダイヤモンドが。すごいジャイアン。うん。今誰か分かんないやつ来た。何にも似てないやつ。どこにも似てないやつが。
ではラストです、はい、ラストは番犬和王からです、はい、うんちは白いほどレア。そうですよ、まあですよね、そうです、レアだなって、うん、バリウムの時とかやっぱレアですもんね、ね、うん、まあ、真っ白なやつはね特にね、うん、まあ、なんかこう金運とかもだからなんか夢占いとかでもさ、うん、白い、うん、白のうんちはめちゃくちゃ金運がみたいな、うんちの夢いいんですって、じゃあ次いきます、これは本当です、なるほど、出たことないな、本当です、出たことないそんな、ね、あの私出したことありますとか言われても俺たちリアクション取るんで、そうなんですか、そうなんですかってあのよかったです、出したことなくてよかったよかった、どうでしたと聞くわけにもいかないびっくりしました今何を言ってくれてんのか次いきます、はい、私の方からいきましょう、お願いします、ワカサギさんからいただきました、いちごはプチトマト。嘘も嘘よ。嘘。大嘘シリーズですね。次、丸の赤ってだけ。言うほど形も似てねえし。似て、うん、次いきます。東村ドライ。プリンガソリン静かりん。来ちゃったなあ。あー、いい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 が来ました。いいが来ました。プリンガソリン静かりん。リン。いいね。これ本当にただ書いてあっただけですから。これ。LINE で送っときますわ。前本がプリンガソリン静かりんだ。静かりん。挨拶にどうっていう。次どうですかね。送っときました、お願いします、ありがとうございます、次言います、毛量さんからいただきました、はい、樋口楓でゆで卵は殻ごといく、それ選んだ私も、うん、じゃあ事実なんじゃないですかね、もうですね、うん、2人いやね、カルシウム取れるから、なんかお父さん卵焼き作るときちょっと入れるんですよ、絶対に殻を、殻を、そう、はい、そう絶対に入れるんですよ、でシャクってするけど、うん、それはカルシウムやって言って食べさせられてました。本当のやつが今日本当のやつ多い、めちゃくちゃ殻って汚いから、うん、もう入れんとこってなって、一時期それがブームやったんですけど、うん、普通の卵焼きに戻りました、うん、よかった、なるほど、よかったですよかったよかったですよかったですシリーズ次いきます、フローレンス三世さんからいただきました、はい、花畑チャイカハローキティのぬいぐるみを3回撫でると3秒間シラフに戻る、うん、普段が土地狂ってる、普段が土地狂ってるからハローキティのぬいぐるみをキティちゃんキティちゃんっつってキティちゃんキティちゃんキティちゃんっつって、いや確定申告しないと、確定申告しないとスッスッ、普段も言うほど行かれてないですよ。そうですよね。そうですね。言うほど。次いきます。日野時葉さんからいただきました。はい。重度の仮病なら保険が下りる。仮病だよ。うん。でも重度の仮病もやってるやつは保険下りる可能性ありますよ。まあね。重度の仮病やってるやつはね。うん。広げない方向で、そうですね、そうですね、番犬ワフワからいただきました、はい、うんちは白いほどレア。かぶっちゃったよ、ま、これはしゃあない、うん、しょうがないね、しょうがない、そうかなって思うし嘘かもしれんし、うんうん、これはしゃあないです、次いきます、心に響きます、これはいいですね、いいニュースだと思います、うん、次いきます、囚人二次三次号さんからいただきました、うん、前本圭介もう甘がみ程度じゃ気にしない。最近この傾向はね出てきてますよ、ね、喋ってる最中あ、ちょっとなんか甘くなっちゃったなって思っても、うん、ご了しますよね、うん、昔はねパチンってやって言い直しましょうってなったけど、うんうん、はい、最近は甘噛み本噛みしてても
行きますからね。もう行っちゃうのかな。行っちゃいますから。いいのだろうか。まあ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 、うん、何事もなくね、そうそうそう、堂々とするのはかっこいいですよ。かっこいい。 ありがとうございます、次いきます。 PCA さんからいただきました。はい。恐怖、何にでも味噌を入れる男。なんだろうね、あ、慎吾ママの味噌版みたいな。味噌す、味噌吸い出す、味噌チュッチュみたいなね。怖い、怖いよ。味噌は体にどうなんやろう。あ、違う、これ味噌じゃねえや。そのまま行くのって。ん？味噌じゃない、味噌じゃなかった。何？もう一回読みます。はい、PCA さんからいただきました。はい。恐怖、何にでもウェイバーを入れる男。ああ、はい、あっちウェイバーね。はい、はい、はい、味噌じゃなかったです、すいません。味噌じゃないね、ウェイパーでした、ね、ウェイパーでした。まあ、それはそれでいそうなんだよね、まだね、うん、いますよ、何作るにしてもね、チャーハンなりなんなり全部ね、これはね、なんかね、腹を切ります。何今あなたなの。あ、違う、そういうことね。味噌を読み間違えた。味噌と読み間違えた。で、味噌の方がインパクトが強いなって思っちゃったんで。まあ、わかるわかる。まあ、まあ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 。遠目で見てたらね、味噌に見えちゃってる。事件起きちゃった。起きちゃった。あ、甘がみ、いくら甘がみくらいでは気にせんと言ってた。完全に読み違えるっていう。最後です。はい、はい、RBI からいただきました。はい。本当に怖いのは痛風だよ。いや、うん、一番怖い、一番怖い、うん、本当に怖いも何もないって感じです、はい、ね、うん、あの本当に怖いのは人間みたいな感じでさ、なんか階段閉めたりする、うん、違う違う、本当に怖いのは痛風だよ。痛風だ。痛風は怖いよ。うん、本当に怖くなっちゃって。怖くなっちゃう。さあ次行きます。あれってた、甘いもん食べ過ぎるとダメなんですけど、痛風で。ラーメン？あ、糖分ですね。糖分か。気をつけます。では行きます。はい。はい。ゆうきさんからいただきました。はい。トウモロコシを一粒ずつ取って食べると願いが叶うらしい。いや、これね、私本当にやったことあるもん。全部本当にやってんの。今日本当率が高いな。うん、なんかこう房のままガブガブガブっと食べるとどうしても繊維みたいなのが残って汚いから、歯に挟まっちゃったね、うん、そうそうそう、だから一粒ずつ取って食べようねってあのお母さんから教えられて、うん、食べた時に、うん、こう願い事叶うらしいでっていうのも聞いて、うん、私はなんか賢くなりたい、賢くなりたい、賢くなりたいって当時は食べてました。なるほど。はちゃめちゃにバカみたいですけど、じゃあミニプルーンさん、はい、今度のガリガリ君の新作は米粒入りのチキンライス味。ありそうなんよね。ナポリタンでしょ、うん、ナポリタンが大滑りしたのにでしょ、うん、全部食べたんすよ。わあ、だから全部まずかった。まずいって言うなよ。ぼかさないね。あのね、なんかね、思考回路がようわからん。会社の、そう、どうしてって。あ、でもあの普通のガリガリ君は大好きです。はい、案件お待ちしてます。お願いします。はい、緑黄色さんからいただきました。はい。八代気づ、両親と話すときは一人称が気づになる。いやね、喋ってそう。待って。いや、ま、家ではであ何デロンさんはそういう目で八代さんを見てるの。いや、これを見た瞬間に、うん、あり得るって思った。八代さんなら気づくさ、仕事疲れてさ、と言ってそう、ママって。そんなべったりなんだ。まあ、そうなんだ。まあ、八代さん。なんか私、うん、そうね、ね、マザコンよりかな。ね、気づくの AC アダプターどことか言ってる。すごいな。気づくさん、ごめんなさい。気づくん、ごめん。気づくん、ごめん。タンタンさんからいただきました。はい。はい、
ほんまひまわり、一口嘘ニュースの嘘を嘘だと見破る。おお、これいけ、ギリいけそう。ギリいけるかな。いけるか。無理かな。ミラノ風ドリア2兆円だってっつって。嘘。おお、ほんまに嘘やってだと思う、うん、一瞬信じたけど、いやいやっていう。来週からなんかミラノドリアめちゃくちゃ値上がるらしくて2兆円になるらしいよ。あとうんちって白い黒とレアだよ。でーんでーんひまちゃんそんなだっけ。なんか別の人だよ。そんなだっけ。ちょっとひまちゃん、ひまぐまさんごめんなさい。どん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 謝罪して。謝罪多いな今日。じゃあ次、はい、はい、チョコモナカ尾崎さんからいただきました、はい、シーナユイカ、ロシアンルーレットの自分の番のものを花畑チャイカに託す。これやってそうなんよね。やってそうですね。いや事実だと思います。うん、事実か。いいで言ってくれせいよ。いいで言ってくれせいよ。い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 いよ。シーナ、キティちゃんなでたらお前がやれよ。いや、キティちゃん。なでたらお前が自分ちゃん自分でやれよ。3秒間。3秒間は戻るか。あ、やった。じゃあこれはすいませんでした。これは本当ニュースでしたね。難しいなこのコーナー。じゃあ次、混沌大陸パンゲアさんからいただきました、はい、エルフのエル、カーナビを購入するも森では使えず。いやこれ、うん、これ好き。まあそうでしょうね。まあ、まあ、獣道、獣道でしょうし、基本的に映らないでしょうしね、森の中。国道通ってないでしょ、そね。多分通って、でもなんか高速バスで行けるらしいですよ。高速バスで行ける。高速バスで行ける。なんかあのニコニコ大百科のなんかエルフの森みたいなところに書いてありました。うん、高速バスで行けるの？高速バスで行けるみたいな。上がってんだ。そう。高速バス通ってんなら、ワンチャン、まあ最新のやつとかなら通るかもしれん。うん、高速バス通ってんの。そうだったんだ、知らんかったな。ええ、それが一口嘘ニュースなんで。確かに。では次、はい、ドアノブさんからいただきました、はいはい、シスタークレア後出し。ごめんなさい。おおお。何おおって。いや、あのクレアさんとじゃんけんして、クレアさんじゃんけんしますか。じゃあじゃんけんほいって後しされたら戸惑うもん。確かに。あの小ずるするんだって。あの二次三次メンバーの中で一番戸惑うと思う。じゃんけんほいほいってやられて、クレアさんがええって笑ってきたら、えってなるもん。おってなるな。他のやつだったらね、はって言うけど、なんだよ、クレアさんには歯と言えない。クレアさんは。はい、では次、はい、元祖ペチコ焼きさんからいただきました、はいはい、バタコさん、愛犬チーズのことをソと呼び始めます。ソソエエソエサイヤ。ソソソ。一文字はないよ。どうしたって。流行り乗っちゃってね。アンパンマンとソマンの回があるかもしれないから。ソマン。ソマン。ソマンです。では、最後、はい、マキューさんからいただきました。はい、樋口楓で高級フレンチに来て一言、少な。それは事実じゃないかな。事実、事実やわ。ちょっと言えないけど、ボソッと少な。あの今日の感じ見て聞いてたら多分言うんじゃないですかね。我慢できないと思いますよ。うん、まあ、少ないっすよね、フレンチって。少ない。少ない。まあ確かにね。うん、あの、披露宴の飯とかもね、もう来た瞬間は少ない。ちょっと少ないな。
まあねって、うんうん、思うけど言わないのが普通なんだよな。反省反省反省以上一口予想ニュースでした、はい、ありがとうございます。というわけでお送りしてきた第32回目の前本引きでしたが、エンディングのお時間です。はいはい、告知させていただきます。はい、はい、私樋口楓でランティスレーベルよりメジャーデビューいたします。うん、メジャーデビューシングルマーブルが、あさって3月25日発売となっております。おーね、バーチャルとリアルの世界を描いた一曲になっておりまして、うん、今作はラブライブサンシャイン等々あの、うん、書かれた作曲家三松はじめさんを招き入れて、うん、こう幅広く活動する、樋口楓の音楽性を表現するべくデジタルサウンド、ゴリゴリロックチューンを融合した楽曲を制作しております。うん、はい、初回限定版には、ブルーレイが同封されておりまして、同梱、詳細は同梱か同梱されておりまして、あの詳細は概要欄に貼っております。あとリリーベとかもします、はい、する予定、まだちょっとわかんないんですけど、はい、するあるんですね、うん、はい、予定なので、こんな感じよかったら遊びに、はい、はい、遊びに来てください。はい、はい、よろしくお願いいたします。いたします。はい、はい、さらにですね、はい、二次三次初のオリジナルフルアルバムスマッシュ・ザ・ペイント、こちら3月18日から現在発売中でおります。はい、はい、初回生産限定版にはバーチャルトゥライブイン両国国技館2019スペシャル定点映像、それからアルバム限定デカ缶バッジかっこランダム3種が同梱となっております。うんうん、ぜひお買い求めください。はい、こちらにもデロンさんのソロ曲が入っておりますね。はい、そうリリリもね、はい、ありますんでね、ぜひともね、はい、お願いします。あと、あのマイモさんのあの、うん、人として軸がブレているのあの、うそ言っちゃいか入ってないです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 入ってないんでさらに、はい、さらに2020年に迎えるニリサンジデビュー2周年記念誌、ニリサンジアーカイブス2019-2020年が2月25日より発売しております。うんうん、激動の2年目を記録したニリサンジオリジナルアーカイブスは、はい、フルカラー160ページの豪華版、2年間の思い出とともにぜひご購入ください。価格は2700円税抜きとなっております。こちらのアーカイブスには我々の前本力一のプロフィールはもちろん、デロンさんのプロフィールももちろん、座談会と称しまして、うん、前本力一の2人があるテーマで対談した様子も収録されております。10番出来となっております。はい、よろしくお願いいたします。はい。うん、これじゃデロンさんも、対談がありましたよ、はい、確かね、そうですね、マネージャーさんと対談させていただいた、うん、はい、あの何人かあったマネージャーシリーズ、そうそうそう、突然3日前ぐらいに言われて対談したっていうびっくりしちゃった。そんな裏話だったんですか。そう、うん、本当にっていう、うん、びっくりしました。で結構業界のことを話したから、うん、だいぶカットされて、なんかちょっと内容の濃そうで薄い話になっちゃったっていう、うん、でもね、まあ、仲いいところが見れるので、ぜひぜひあのライバーさんと社員さんいい関係だよっていうのを、ね、分かってもらえれば嬉しい。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、そして二次三次2周年全国ツアー真っ最中、ちょっと合間に電流金網 JK 組お花見配信なんと、はい、なんとショールーム、はい、で、あの初ステージフルスクリーン視聴ができます。よ、こちらスマホから視聴することができましてですね、うん、現在キャンペーン中、対象のライブチケットを購入してツイートをすると、うん、ミトちゃん、リン先輩、私の直筆サイン入りポスターを抽選でプレゼントしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらよろしくお願いいたします。おそらく電流金網 JK 組お花見配信でググれば出てくると思いますので、はい、ぜひそちらからツイッターの方を、ね、探していただいて、すげえワード、すげえワード、うん、間違いなくここでしか使わないワードですからね。電流金網 JK 組お花見配信っていう単語は、ね、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、あとボイスですね、ボイス。そうですね、ボイス。はい、期間限定のですね、うん、ホワイトデーボイス、それから春休みボイスが、こちらが、はい、日付が変わって今日までですね、はい、3月23日、23時59分までの発売となっております。はい、それから学園祭ボイスですね。はい、昨年の秋の
昨年の秋に発売された学園祭ボーイズの再販も、これも今日の12時、昼の12時からで、はい、合ってますかね。はい、こうなっております。はい、それから、23時ホワイトデーグッズ2020は3月27日の、正午までの販売となっておりますので、こちらも、よろしくお願いいたします。お願いします。えい。さあ、というわけで、長々とお送りしてきました、今回の前戻り記事、シャープ32でしたが、はい、デロンさん、どうでしたか、はい、いやーめっちゃ楽しかった。ありがとうございます。こんな盛り上がるとは思ってなかったですね。本当思ってろよ。なんかあの前太りキイチって、うん、こうなんで世代が私違うから、はいはいはい、話ついてけんのかなみたいなずっと思ってたんですけど、はい、あの今日本当になんか私にこう話題とか合わせてくださって本当にありがとうございました。いやいやもう引っ張られましたな。いやもう牽引力ですよね。やっぱこれがなんだろう、23時引っ張ってきたやつだなと思って、ね、いや一期生パワーみたいなやつをねもう直で浴びた浴びたっていうかね、あの引っ張られたっていうよりも引きずられたっていうのが正しいもんね。最初こそねまだやっぱほぐれてないからあの敬語だったけど、途中からお前呼びになったもんね、思わず。なってたなってたでしたね。まるまるケスケのツッコミのスイッチが入りましたね。よかった。アニラジっぽくねほんとしていただいてめちゃくちゃ嬉しかった。ありがとうございます。いやこれはもうこちらこそありがとうございます。本当にいや本当に楽しかったです、ね、であまり触れられなかったので最後にですね、マーブルのシングル3曲あるじゃないですか、はい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 、こちらやっぱ深く掘り下げたいんですけど、ちょっとね、あーすいません、1曲紹介していただいてもよろしいですか。3曲あって1曲目がそうですね、マーブル、マーブル、うん、マーブルっていう曲は、うん、あの2次元と3次元の壁を壊そうってあの冒頭のオープニングでもね、うん、あの続きを見ていただいたらこうグワッと出てくるシーンがあるんですけども、はい、まあ、あのずっと私がこう2次3次に入って VTuber っていうのを広めたくって、うん、まあ、2.9 次元っていう言葉をちょっと使ってたので、うんうん、まあこの2次元しかこう好きじゃない人と、うん、やっぱ3次元しか好きじゃなくてこう2次元のツイッターのアイコンのやつが何か言うとるわみたいな人いるじゃないですか、はい、でちょっとなんか抵抗を覚えている方同士の間にいるのが VTuber の界隈だなって思ってたので、うんうん、あのそういうのをねこの樋口楓でメジャー出てちょっとたくさんの人に一人でも多くの人に聞いてもらって、うん、こういう壁みたいな偏見がなくせたらいいなっていう曲にしました。いや、うん、本当にそれがね、うん、全部あのデロンさんのその前に出る歌い方と曲に全部乗ってる、うんうん、あーありがたいですね、うん、すげー曲この曲好きで、うん、ライブで初めて聞いた時からもうたまらんと思ってましたから、うん、嬉しいです。今回あのミュージックビデオこちらで流させていただいて本当にありがとうございます、うんうんうん、いやいやいやありがとうございます。そして2曲目が権利はね、あ権利は大丈夫なんで、ね、あそうみんな心配しなくても大丈夫なんで本当に大丈夫なんで、マヨさんが勘で流したわけじゃないからね。そうそうそう大丈夫、ね、これよしダウンロードして流してもいいっしょとかそんなんじゃないんでちゃんと権利を得てますはいね、2曲目シュガーシャックは、はい、あのカナダでこうシュガーシャックっていうお祭りがあるらしくって、うん、そうそう、そこから、あのメープルっぽく、うん、あのメープル農家の方のなんかそういうお祭りがあるから、まあ、樋口楓とみんなでこう盛り上げていけるお祭りっぽい曲にしようっていうので、うん、あのシュガーシャックという曲を2個目に流させていただいたのかな。そうですね、はい、はい、なんでまあ、いつかライブでねできるときはちょっとみんなで叫び合いたいなと思ってます。あそこはライブのハイライトになりますよね、うん、これはね叫びがあるよ、うん、うん、コーラのレスポンスももうてんこ盛りだし、うん、そうですね、なんだろう、イントロの時点で俺首吹っ飛ぶと思うもん流れ出したらね、うん、来たすげえいい曲、うん、はい、まあそんな感じなんで、うん、あのいつか多分ライブでする時が来ると思うので、まあ、ちょっといつになるかわかんないですけどね、うん、はい、ぜひぜひお願いします。そうですね、はい、ぜひ聞いて予習していただければなと思います、ね、はい、そして最後こちら流すことはできなかったんですけども、とっておきですよ ね、 そうですね、正直そうっす、うん、ちょっとね、樋、うん、口楓をこう応援してくださってる方々と一緒に作詞をした曲になっておりまして、うんうん、はい、ちょっとね、あの前編公開はあワンコーラスはね、私のチャンネルではちょっと実はさらっと流したことがあったんですけど、うん、あの前編はね、ぜひぜひ CD で聴いていただければと思います。はい、こちら3曲目から、ね、はい、シュガー、
違うですね。フォーユーフォーユーフォーユーバカ野郎が最後の最後にやらかしやがってと。あの影山博信さんの、そうですね、そうなんす作曲でね、いやもう我々世代的にね、影山さんのまっすぐなバラードには抗えんのですよ。ね、そうなんですよね。でそこにあのきちんとデロンさんがもうあのもう真正面からそのメロディーにぶつかっていって、うん、歌い上げていく感じはね、いやーこれはいいですね。もうねやっぱ影山さんの曲作っていただいた曲からめちゃくちゃ歌うのが難しくって、うん、だからまあ、ちょっと 100% の力は出したんですけど、うん、もっと自分にできることがあるだろうって思ったので、うん、またこうね何度か何度か歌っていってどんどん味がつけれたらいいなって思っております。いいことですよね。はい。俺ね、アウトロ聞いてほしいんですよね。あー、はいはい、うん、まだあの流しないからあんまり言えないんですけども、あのもうデロンさんの歌声が全部終わった後のあのアウトロがね、あのアウトロはね、でもあれ込みで楽しんでほしいっていう、あれは熱い、本当に熱い熱い、なんだろう、はい、最後にね、本当にガラッと雰囲気変わる感じが本当に素敵でしたよ。はい、こう3曲ね、うん、3曲で1つのシングルでこのバランスも非常に取れてるし、うん、1つの作品として非常にこういいまとまり方をしてるんじゃないかと思います。本当に素敵なシングルになっていますので、3月25日、うん、ぜひよろしくお願いいたします、うん、はい、というわけで今回の放送はここまで。担当は二里三次所属前本圭介と、二里三次所属上力一と樋口楓でした。また次回お楽しみに。発売もお楽しみ、はいはい、お楽しみ、デロンさん今日もありがとうございました。ありがとうございました。